はい、どうも、おはようございます。どうも。今日はですね、2019年3月7日、7時17分です。ちょっと寝ようと思ったんだけど、枠開きました。今、エセアカとドレさんがすげえ喧嘩してるけど、ちょっと俺も言いたいことがあって、枠を開きました。ドレさんとね、エセアカがね、一人のワカメちゃんっていうリスナーに対してこう揉めてるんだけど、で、俺のリスナーがどうとかね、どうこう言ってるけど、ワカメちゃんは俺が守るわ。もうそんなんなら。もう、ドレさんが嫉妬してるとかね、いやもうそんな感じなら、そういう感じなんでしょ。いや、ドレさんがなんか花火師の、エセアカの花火師のワカメちゃんがどうとか、エセアカは俺のリスナーがどうとか、すげえくだらねえから、そんなワカメちゃんのことでね、一人のリスナーさんで喧嘩するんだったら、じゃあ俺がワカメちゃん守る。そう思わない？なんかリスナーさんとか花火師さんとかで喧嘩するのって俺すげえ良くないと思ってて、配信は俺は金じゃないと思ってて、なんか花火を投げて、こう、なんか配信者、仲良かった配信者が仲悪くなるの俺見てらんねえわ、マジで。こんなのワドツ、こんなの良くないでしょ。こんなん絶対良くない。だから、俺は、ドレさんとエセアカ仲直りしてもらうために、ワカメちゃん俺が守る。ドレさんとエセアカが仲いいのが一番じゃん、やっぱり。俺は、ワカメちゃんのこと守りたいし、みんなが仲良くなるためだったら、俺の出番かなって。俺しか止めらんねえし、ドレさんとも仲いいし、エセアカとも仲いいし、エセアカとドレさんが、なんかガミ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 、いがみ合ってるのを見てらんねえし、なんか、だったら、俺が、ワカメちゃんのことを守りてえなって。それで、いや、俺一人が悪者になって、でしょ？アカウント消しちゃったんでしょ？俺一人が悪者になるって、この喧嘩が済むんなら、俺はワカメちゃんの花火もらってもいいぜ。別に。俺ワカメちゃんと何の絡みもないし、正直一回もコメントもらったことないけど、ドレさんとエセアカが仲良くなってほしいから、俺悪者になってもいいから、花火ちゃんの花火俺が受け取る。っていうことがどうしても言いたくてさ。そう思わない？なんか金のことでさ、喧嘩するのって良くないじゃん。いやいや、俺は大好きなドレさんと大好きなエセアカさんのね、二人の仲良かった配信が好きだったから、そんな花火師さんの取り合いとかで喧嘩するんだったら、俺がこの争いを止めるしかねえなって。ドレさんとエセアカは過疎配信者に戻って、10人ぐらいの閲覧で、コメントゼロで、でドレさんは、まあ、今まで通りの配信で、閲覧は多いけどコメント少なくて、花火もそこそこ。で、俺は映画作りたくて、ワカメちゃんから花火爆投げ。全部がうまくいくと思わない？俺はやりたいことできる。エセアカも今まで通りになる。ドレさんも今まで通りになる。全部うまくいく。エセアカもドレさんと仲良し。ドレさんもエセアカと仲良し。俺は、いや、俺、それしかないと思う。え？ワカメちゃんってスタップくんなの？いや、じゃあ、俺が守る。え、スタップくんなの？マジで？じゃあいい。俺がワカメちゃん守るわ。じゃあ、スタップくんごめんなって書いとこう。俺がスタップくんに謝る。スタップくんだったんか。スタップくんに、俺も謝りたいし、俺もスタップくんに怒鳴っちゃったから、
じゃあ書いとこうか。知らなかった。そうか。じゃあブロックしたけど、今この場を借りて、スタップくん、本当にあの時ごめんな。仲直りしようぜ。俺、実はお前とコメントとトークでいろいろ話したいこといっぱいあったんだぜ。よろしくだぜ。いや、俺これでいいと思う。スタップくんは絶対許してくれると思うから。だぜ。いや、俺が守るから、わがめさんのこと。多分通じるはずだから。ドレさんとエセアが喧嘩するのなんかこれ以上見たくねえじゃん。俺鳥飼ってるから。大丈夫。俺鳥飼ってるから。いいね、ありがとう。ちょ、おはよう。え、そう思わない？そう思わない？みんな良くなるにはこれしかないと思うんだよね。ワカメちゃんが俺のところで爆なくしてくれたら全然 OK だと思うから、もうこれで終わりにしようぜ。喧嘩は。DM しました。了解です。DM 見ます。いや、俺は有言実行するタイプだから、本当に。もう有言実行の和道だから、ほぼ。任せて。もう言った吐いた唾は飲まないスタイルで、もう6年半やってきてるから。スーパークリックさんおはよう。全然大丈夫。むしろなんか、和道だわ、みたいになると思う。やっぱ和道だわ、みたいな。よっさんと金梅も喧嘩も、じゃあ分かった。よっさんの花火師も、金梅さんの花火師も、俺が全部引き受ける。俺一人が悪者になって、みんなが喧嘩しなくて済むなら、全部の花火師は俺受け止めるわ。いいんだよ。どうせ嫌われ者だから。俺どうせ嫌われてるから、全然俺平気だから。みんなが仲良くなるために、俺全員の花火師受け止めるわ。もう。くだらなくね？花火師さんで喧嘩すんのなんて。じゃあいいよ。そんなんだったら俺が全部受け取るわ。もう。いやもう、俺は嫌われ役やるよ。そんなのないって。一人のリスナーさんを取り合って。ねえ、そんなのないって。わかった。じゃあ、よっさんと金梅さんの花火師も全員俺が受け止めるわ。それでよくね？それでよくね？どう思う？みんな。それでよくね。もう、俺、仲のいい、尊敬してる。ありがとう、スーパークリックさん、ありがとう。じゃあ、俺が、全部受け止めるわ。ドレさんの花火師と、エセアカの花火師と、金梅さんの花火師と、ヨッサンの花火師、全部俺が受け止めるわ。俺別に、嫌われたって構わないし、みんなが仲良くなるんなら。見てらんねえから。こんなの見てらんねえから。もうすげえ、金で揉めるほどくだらないこと。なんか、金なの？って。結局金なのかよって。金金金金うるせえよって思ってるから。俺配信ってそういうもんじゃないと思ってるから、なんか。イカ娘さんおはよう。ハートありがとう。みんなもそう思うでしょ？なんか、すげえ、心がすさむじゃん。じゃあいいよ。俺が嫌われ者やっから。マジで。なんなんこれ。本当に。全然ダメだよ。全然ダメだよ。こんなの良くないよ。俺が一人で花火全部受け止めて、もう、全員映画に出すわ。それでよくない？まあ、それが言いたくて枠開いたんだけど、特に引っ張るネタでもねえから雑談するね。おはようございます。
おはようございます。ちょっと一ネタやりたくて枠開いちゃいました。お疲れ様です。寝ようと思ったんだけどな。ちょっと一ボケかましたかったからな。海保今入院してるよ。海保今入院中。配信やってねえもん、全然。ぶっ倒れてるから。ステッカー買いに行けましたねって。ハイパークロちゃんさん買いに行くって言ってくれた人、ハイパークロちゃんさん。マジ？マジだよ、マジ。解放今、入院中。解放入院しちゃってるよ。まあもう出会ってからね2年ぐらい経つけど、もうずね3回目ぐらいだから、春先になるとねやっぱ躁鬱がひどくなるっぽいな。しょうがないよこれ、持病だから。しょうがない。なんかね、ツイッターに本人が告知打ってるっぽいよ。病気治ったら戻ってきますね、みたいな。病気治ったら戻ってくるからみんな待っててね、みたいなこと書いてたよ。最近見ないと思ってた。なんかリスナーもね、解放がどうのこうの言ってたけど、ツイッター確認しないっていうのがわかんないんだよな。なんか、ふわっちのリスナーってツイッター見ないよね。俺好きだったら、ファン心理だったらツイッター見ると思うんだけど、なんかツイッターもツイートフォローしない人多いよね。年齢層高いのかな？なんかキャスの人はツイッターよく見るけど、なんでか知んないけどね、ツイッターと相性悪いんだよね、ふわっち。ふわっちだけやってる人、ツイッターのフォロワー異常に少ないんだよね。連携がうまくいってないんだろうな。あ、ツイキャスってもともとツイッター民のための動画サイトっていうコンセプトだからツイキャスだもんね。バッ、エクスパンでいらっしゃい。あれ？エクスパンドサムネどうしたの？ふわっちだけで十分。でも俺的にはやっぱりツイッターもちゃんと見てほしいんだよね。写真とか上げてるし。やっぱり写真のいいねとか多いのって結構嬉しいから、写真の評価とかちゃんとやってほしいんだけどな。なんか、それは純粋にお願いしたいかな。ツイッターもフォローしてよって。見てくれよって。その、配信だけじゃ収まらない気持ちとかも結構ツイートとかしてて、なんかこれはこういうことなんだよみたいな。なんか喋りでは伝わらないけど、文章で伝わることもあるし、文章では伝わらないけど喋りで伝わることとかもあるから、だからそこはなんか思うかな。そう、やっぱその M さんとの写真とかも見てもらいたいし、あと動画作品とか YouTube も関連してるから、なんかお見逃しなくって感じだよ。スマホじゃなくてでかいも、あ、っていうかさ、超ショックだったんだけど、俺寝る前に実はドレさんの枠をロムリながら今日教わったことを復習してから寝ようと思ったんだけど、パソコン動かねえ。もうマジイライラする。編集どころじゃなくて、アフターエフェクト起動して、レンダリングボタンを押した、要は、ポチってワン起動しただけで止まる。無理。無理。そもそも編集ができない。俺のパソコンだと。めちゃくちゃへこんだ。今日教わったこと全部無駄になった。パソコン買わないともう作業ができない。そう。
i5 じゃ無理。グラフィックボードなしで i5 じゃ無理。もう超へこんだ。それは無理だよな。100万するパソコンで動く。リソース足りてないっていうかね、なんだろう。俺の体感で言うと、プレステ2の、プレステ2、ブオンって出るじゃん。ドゥンって出るじゃん。プレステ2って。そこに俺ファミコンカセット入れてるみたいな。逆だ逆だ。ファミコンにプレステ2のソフト入らねえ入らねえって言ってんの。こっちが正しいわ。動くわけねえだろっていうね。ファミコンなんだよもう。ファミコンに CD 入れようとしてんの。それ無理だよ。わかる？プレステ4とかプレステ5とかをプレステ1で起動させようとしてるわけだから。だ、i5 じゃ無理だね。いや、そういうことでしょ。いや、もうそんな無理に決まってんじゃんみたいな。同じ円盤なのにって言ってんの。よし、ワカメちゃんに投げてもらおう。ワカメちゃんに花火投げてもらおう。それ CD、パソコン買おう。そうしよう。のんちゃんと別れたよ、俺。順天堂さんいらっしゃい。てか、なんでこれコメント表示されないんだろう。つい、ふわっち。ちょっと意味わかんねえな。なんでふわっち、ダメなんだ。あれ？なんでだろう。ふわっち。18万あったら俺が超スペック PC 組んでやる。18万じゃ無理だよ、ほぼさん。グラフィックボードが、まず Core i7 が最低限。で、理想は Core i9 なの。で、グラフィックボードが最、もう、あ、グラボなの。グラボ。だからもう絶対収まらない。18万じゃ超ハイスペック PC じゃ収まらない。つくもも行ったし、ドスパラも行った。で、俺が求めてるそのソフトとか無理。18万じゃ無理。18万でやっと動くか動かないかっていう感じ。うん、無理だよ。動かない。グラボ2枚ではないね。グラボ1枚だね。でも無理だと思うよ。18万じゃ。つくもに行って50万って見積もり出されたもん。無理。結構重たいの。っていうのもさ、多分ほぼさんゲームやる人なのかな。ゲーミング PC でギリギリ動くかどうかとかの演算やってるから。BTO がよくわかんないけど、あ、SE なんだ。システムエンジニアなんだ。でもね、ね、簡単に言うとほぼさんね、ダヴィンチリゾルブっていうソフトがあんの。今検索して調べてみて。ダヴィンチリゾルブの標準の、そう求められてるスペック。すっげえ重たくて有名な。しかも、その、ちょっと特殊なんだよ。50万は必要って言われてる。まあ、50万のパソコンあったら編集できるよっていう。それでも、その、2時間とかにかかるっていう。もう本当に結構エグいんだよ。Mac mini に16メガ積んで、外部 GPU つけて結構戦略。そういうレベルっすよね。あー、Mac mini、外部。マック派なんすかね。ソラさんいらっしゃい。うん。よろしくお願いします、ソラさん。いや、結構厳しいっすよね。うん。ダヴィンチリゾルブきついよ。アフターエフェクト無理だったわ、i5 じゃ。もうちょっと先生には申し訳ないけど、動かなかったっすって後で報告する。無理。うん。あ、まあまあ、まあ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 、コルコルさん稼いでるからね。全然仕事に使うもんは経費で落ちるから全然ありだと思うよ。別にコロコロさんが100万使ってんのは誰もが納得でしょ。いいのはいいっていうかね、カラーグレーディングっていうのがどうしてもこだわりがあって、カラーグレーディングしたいんだよね。全然色味とかが違うの、映像の際が。 Mac mini の仕様でも50万ですよね。ですよね。そうだから、結構厳しい今だから。それを使って、だから5分の動画を編集するのに10時間かけたりしてんのよ。っていうか、もうそもそも動かない。俺がやりたいことをやろうとしてたら、もうだからもうどうにかこうにか50万貯めて金作るしかねえわ。もう本当に本当にやりたかったら。結構大変だよ。
本当に大変。使いこなせないんじゃなくて、技を覚えても実用できないっていう苦しさはね、あるよ。やりたいことを覚えてるのにっていう。これもうほんとどうにかなんねえかな。とんでもねえ大金持ちがスポンサーにならねえかな。っていうか、ソラ Z さんって結構昔からリスナーじゃね？初見っぽい感じでなんかさらっとコメント書いてるけど、俺ソラさん覚えてるよ。ソラさんってソラってコテハンじゃなかった？結構古いリスナーじゃね？ソラさん。いや、今、ちょっと腹割って話しましょうよ。ソラさん結構古いリスナーだよね。昔コメント書いてたよね、ソラっていうコテハンで。違うか？あ、じゃあごめんなさい。間違えたわ。ソラさんっていう人がいたんだよ。このスペック一つで店頼むと、それは当然高くなる。このスペックをほぼさんが組んだら、どれくらいでできるの？いくらぐらいできるの？ほぼさんだったら。このスペックで。ゆいこさんおはよう。ありがとうございます。どれくらいできるんだろう。おお、みすけおはよう。風船2万個でワドさんが浮くとコメントした。ああ、そうだそうだ、思い出した思い出した。みるみるさんおはよう。部屋変わってないよ全然。俺はパーツここに買いに行って値引きしてもらうから2、30万。マジか。でも50万が2、30万できるんならすげえな。それはすげえな。なんか、もし、30万集めたらやってくれたりする？もし仮に30万だったら。お願いしてもいい？マジのマジで。それすごくない？ 50 万のパソコンが、なんか、本当に2、30万で組み上がったら奇跡でしょ。なんか多分、交渉術持ってんだろうな。交通費はもちろん出すね。コーヒーでやってくれんの？いや、そんだけ安くなるならさすがにいくらか包むけど。50万のパソコンが2、30万で組めるんだったらそれくらい出すよ。交通費、まさかね、関西とか北海道とかじゃないよね。東京とかだったら全然いいけど。どこ住んでるかわかんないからさ。過去のパーツ買った方が安いと思う。東京だったら全然、2000、往復2、3000円で済むじゃん。全然。あ、でも組めるんだ。めちゃくちゃありがたいね。めちゃくちゃありがたい。いやー、もう。でも、さっき、みーすけさ、夜中にさ、ローニー S っていうやつ欲しいってずっと言ってたじゃん。で、ローニー S のデモ動画流したら、これはワド買いだよって言ってくれた、みんな。子供、自分で組めるんだ、すげえな。組んだ方が安いんだ。組んだ方が安いなら組もう。やっぱり自作で行こう。ローニー S の動画見たんだけど、すごいみんなね、これはいいわ、ワドって言ってた。見る？もう一回。ローニー S。めちゃくちゃ感動するよ。これは、ローニー S はもう絶対買うレベルだね、俺は。もう絶対必要機材。レンタルじゃなくて、絶対必要。まあまあ、ケースなんかだん、すいません、なんか電波が切れちゃった。ごめん。なんでか知んないけど。申し訳ないです。おはようございます。今日は2019年3月の7日朝の7時42分です。よろしくお願いします。なんだ？なんだろう。ちょっと待ってね。なんで切れたのかわかんねえわ。ちょっと待ってね。今、米ビュー立ち上げるから。なんかね、抜けちゃったんだよね、USB が。物理的に。USB じゃねえや。LAN ケーブルが。なんで抜けたんだろう。意味がわかんねえ。せっかく温まってきたところだったのに。申し訳ないっす。おはよう。はい、おはよう。でもさ、もうさ、何なんだろうね。自分で働けよっていう人って、配信者のこと何だと思ってるんだろうね。
働いて帰って、それさ、配信のことを仕事だって認めてないってことだよね。そこにすげえムカつきがあって、別に仕事として認めろとは思わないけど、アルバイトが、配信が、なんかさ、テレビの風潮とかも嫌なんだよ。YouTuber とか、配信者とか、なんて言うんだろう。が、楽して稼いでるとか、要は、なんつうの、ふざけて稼いでるみたいな風潮って、YouTuber がさ、いかに苦労してるかとかさ、配信者がいかに苦労してるかとか、じゃあテレビは何なんだよ。テレビも映画も一緒だろっていう。そう思わない？冷静に考えて。一緒じゃん。何が違うんだよっていう。いや別にただの個人事業主と同じ扱いでしょ？ YouTuber。だから個人事業主だから信用ないって話だったらわかるけど、なんで YouTuber だけ悪者にすんの？なんで生主だけ悪者にすんの？俺そこが納得いかないんだけど。思わない？なんで俺らばっかり、なんか個人で一生懸命やってて、なんで俺らだけ楽して稼いでるみたいな概念なんだろうみたいな。そこが全く理解できないんだよね。何なんだろうこれ。全然意味わかんねえよ。そこはね、正直納得が全然いかないんだよね。うん。そうだよ。俺が守るよ。ワカメちゃんは今後、俺のところで花火投げてくれるから、ニンニン。何なんだろうね。あ、不在通知まだ見てない。ごめん。何なんだろう。別に、ねえ、一生懸命やって、何かを一生懸命やって、何かで飯食ってんなら別に何だってやっていいじゃんって、犯罪以外だったらと思うけど。いやいや、社会的信用問われる時代ではないと思うよ。今の若い子、だからもうそもそもそれが古い価値観でさ、まあ、ワークアズライフってツイートに書いたんだけど、その YouTuber とか典型的なんだけど、仕事と趣味っていう分けるっていう概念とかがもう古い考え方だと思ってて、生きてる時間やりたいことをやってご飯を食べていく時代だと思ってんの、今のご時世って。何でもできるわけじゃん、パソコンがあれば、気合があれば。で、普通に、じゃあテレビを見てるタレントはなんで偉いのって。別に YouTube で自分発信でやって、それで稼げてるなら誰も文句がないよ。本来、冷静に考えて。だけど、叩かれやすいっていうのは俺は納得いかないんだよね。やってること一緒じゃんって。話芸を磨いたりとか、ネタを考えたりとか、人を喜ばせて、だからエンタメとかにリスペクトが足りないんだよ。なんか、昔の芸人さんみたいな扱い、芸人はバカがやるもんだみたいな。昔、今みたいな吉本とかがね、売れっ子でテレビ出まくってるとかじゃなくて、芸人はね、クズがやるもんだみたいな風潮あったじゃん。あれと一緒だよね。絶対に、例えばさ、韓国とかだと、配信者って YouTuber よりも人気の職業なのよ。VJ って、あ、BJ って呼ばれてて、ブロードバンドジョッキーって言って、YouTuber よりも配信者の方が仕事としてなりたい職業になってんの。いやー、俺は、この風潮は日本人的だと思うよ。日本人的。まあ時代の転換期だから、50代とか60代の人が納得しないっていうのはわかるけど、さすがにね、3、40代でそれを言ってる人は、ちょっとおかしいなとは思うけどね。だって、じゃあ、一日何千人とか何百人とかを常に楽しませることってできる？喋りだけで。で、俺らって常に喋ってんだよ。俺8時間で9時間目だよ、これ喋るの。それできるって言われたらやらないわけじゃん。で、手取り4、だって100人が見てる空間をずーっと8時間喋り続けて、で、4000円手に入れて、それでも叩かれてんだよ、俺。働けって、アルバイトしろって。じゃあ、ずーっと100人の人をずーっと楽しませることをできるのかよっていう喋りで。俺喋り磨いてるからね、ネタ作ってるからね、プライベート全部晒してるんだよ。それで、まあ、稼ぎは少ないかもしんないけど、プライド持ってやってて、誰かに叩かれるようなこと別にしてないけどね、俺。何がそんなに叩きたいんだろうっていう、何をズルしてるんだろうって。30分でもいいからずーっと3秒の間を置かず喋り続けてみろよっていう気持ちあるよ。
30分間3秒の間を置かずに何かを思いつきでずーっと喋る頭の回転力とトーク力と根性と気合あるのっていう。俺はそれくらいの誠意を持ってずーっと取り組んでるけどね、この配信が好きだから。なんで叩くんだっていう。別にそれがいや俺は合わないなとかって、しかも見てる人が叩くのよ。そこに本来ファンが集まるはずなのに、おかしいよそんなの、そんなのおかしくないっすか。俺はおかしいと思うよ。そのサービスの恩恵に預かってるのに叩くっていうのは俺は変だよ。俺は嫌いだそういうの、はっきり言って、楽しくやろうよっていうさ。別にアイテム投げるか投げないかみんなにも生活があるしさ、みんなにも都合があんだからさ、それは投げたい時にさ、今日もお疲れなとか気持ちを置いてってくれるだけでいいけど、ラジオ基準で話し続けるのはすごく難しいよ。ネットだから叩いていいっていうのやだ。そう、それもおかしいだろうっていう。ネットだったら何やってもいいっていう考え方って、スマホ勢が実はそういう考え方なんだよね。ネットってこういう場所でしょって。違うから、ネットもリアルだからね。俺は向こう側に人がいると思うし、向こう側にいる人の誰かの権利を侵害したりとか絶対しないよ。みんなに楽しんでもらいたいし、みんな幸せになってもらいたいよ。人間がいると思って人間に対するリスペクトでやってるよ。人間に向かって心を込めて喋ってるつもりなんだけど、心ないコメントを見ると泣きそうになるよ。ツラタンだよ、ツラタン。で、自分ができないことって俺基本的にすげえなってリスペクトすんの。あ、俺はできねえわって。いや、自分が支持されてないのがおかしいとかじゃない。違う。もちろん稼いでる人、素晴らしい人もいるよ。稼いでないことに対する怒りじゃなくて、稼いでないことは自分が一番分かってるわけじゃん。そうじゃなくて、なんつうんだろう。否定するんだったら、その配信を、恩恵を預かるっていうのは、まあ人気商売だからね。それはあるよね。でも、やっぱり、その、100人、200人、常に留める力があって、ふわっちって配信者何千人、何万人っているわけじゃん。で、その中で、トップ17位の閲覧数を持ってるわけじゃん。で、150位にも閲覧が入れないわけじゃん。なんかその評価の低さっていうのは、もう、なんか、なえるよね。17位だったら17位ぐらいの収入が、だったら適正だと思う。で、17位の閲覧が集められるのに、150番にも入れないっていうのは、本当に悲しいよ。せめて50番とかには入りたいな。どんだけ嫌われてんだよって。だったら俺は閲覧が上位に行きたくない。150位以下の収入なら150位以下の収入に、なんつうの、閲覧になりたい。なんか嫌だ、すごく。ひっそりと好きな人とだけ話してたい、俺は。なんか知りもしない、見もしない人に初見さんに叩かれたりとか嫌だよ。いや、俺閲覧が欲しいと思ってないのに閲覧が高いから、そこがすげえ悩みなんだよね。普通に支援してくれる人とか、よく思ってくれる人だけの小さいコミュニティでいいと思ってて、なんかストレスばっかり溜まって、何にも、なんかみんなのサンドバッグになってお金も儲かんなくて、な、殴られ屋じゃん。ただの殴られ屋だと思ってて、すげえ気分悪いよね。いや、俺支援しないリスナーのせいで企画ができないなんて思ってないよ。ただ評価っつうか、なんだろうな、普通に楽しんだ分チップも、要は1円も払わないで文句言うっていうのおかしくないって思っちゃうの。1円も払わないで文句言うのは違くないっていう。お金払って支えてくれてる人が楽しむべきで、もしくは楽しみたい人が楽しむべきで、ただで1円も払わないでチップも置かない、リスペクトもない、感謝もない、だけどお前をただで叩きに来るって、こういう人はいらないよっていう話を言ってんだよ。わかる？わかるかな？
そう、文句言うのにお金を払わないで文句を言うっていうのは、それに俺らは権利がある、お前はそれでやってんだからっていうのは、それ人として普通に間違ってねえかなって思うんだよね。わかる？なんか例えばさ、その俺吉野家行かない、吉野家まずいから、わかるじゃん。俺吉野家行く、文句言う、金払わない、おかしいでしょ。俺分かってるよ、大丈夫だよ。ニンニなんかね、ふわっちの米びおかしいんだよね。なんかね、おかしくなっちゃってる。なんかなんでなんだろうこれ。コテハンが、なんなんだろうこれ。なんかコメントが出るんだよね。そういう場所じゃなくて、ここ俺がお金払ってる場所なんだけど、 BKMM さん、あなたサイトの管理者でもないし、あなた枠主でもないじゃん。なんで誰でも見れるわけだしって、俺に対するリスペクトないじゃん。他行ってやればいいじゃん。なんで俺のところにわざわざ来て俺に文句言って、タダで見て文句言うわ、ここそういう場所だからって。俺がお金払ってここ開いてるんだよ。俺枠主だよ。俺別に BKMM さんが二度と俺の放送を見なくても困らないよ。俺ブロックしてもいいんだよ別に。そうじゃないよ。別に BKMM さんが二度と来なくても俺ストレスが減るだけなんだよ。いや、俺別に意見のぶつかり合いなんかしたくないもん。俺だってケチャップさんの生き方になんか文句つけないもん。でしょ？なんかケチャップさんそれ間違ってるよとか言わないでしょ？俺他人に興味ないもん。バカ塾ありがとう。おかしいでしょ。で、なんで俺だけ、他の生主にはやらないのに、俺だけは文句言っていいっておかしくない？絶対おかしいと思う。カレオさんおはよう。いや、狐枠がどうこうとかいう問題じゃないと思うんだよね、これ。狐枠がどうこうとか、何々がどうこうとかじゃなくて、人としての問題だと思ってて。コミュニティを壊すなっていうふうに思うよ、俺は。みんな文句言っていいとは俺は思わない。俺は思わない。俺は思わない。下しき中にも礼儀ありだし、なんだろう、他人の家に行ってずうずうしい態度を取るっていうのは失礼だと思うよ。他見りゃいいじゃん。他見りゃ。他にだって面白いコンテンツなんか腐るほどあるんだから。嫌いなコンテンツを見に行くなよっていう。嫌いなコンテンツを見て、嫌いなものを見て、お互い、いや、ストレスを溜め続けることにならないって、なんで俺にストレスをぶつけるのっていうことよ。なんで俺は受け取らないといけないの、それを。わかる？わかる？いや、それケチャップさんさ、知らない人が家に来て、ね、勝手に文句言って帰ってたら嫌じゃない？知らない人に。で、俺には言論の自由があるって。人を傷つけるのは言論の自由じゃないからね。何を発言してもいいけど、自己責任取るのが言論の自由だよ。何喋ってもいいけど、人の権利は侵害したら名誉毀損になるわけじゃん。違う？俺、それは間違ってると思うよ。いや、だから、でも、そこに対してお金を払わないっていうのはおかしいでしょ。支援しないっていうのは。なんで相手を不快にさせるのよ。ここ俺の枠。ここ俺の枠。俺が延長料金払ってやってるの。俺の枠。俺が枠主なの、ここ。で、もしそれが、ね、自分の枠だったら、BKMM さんが自枠でやるんだったら、俺行かないから。BKMM さんに関心がないから、興味がないから、見もしない、コメントも書かない、もちろん支援しない、つながってるでしょ。見る、文句は言う、でもお金は払わない、意味ねえじゃん。
だってそれは俺とフワッチの関係じゃん。それは俺とフワッチの関係じゃん。違う？人にさ、嫌な思いをしたり不快なコメントを書いてさ、何の生産性もないじゃん。何の生産性も。ただお互いに嫌な思いするだけだよ。何の意味もないよ、そんなの。何の意味もない。俺はなんかそれ違うんじゃないかなと思うけど。なんか俺は客観的にそういう人がいた時に、いや、それ間違ってんじゃないのって思うけどな。いや、だからルールさえ、そのサイトの規約さえ守ってるんだったら、人を傷つけても人をイライラさせてもいいっていう考え方でしょ。要は BKMM さんとケチャップさんと、生卵味噌さんは別にね、規約さえ破らなければ、その誰かを不快にしてもいいし、誰かを貶めてもいいし、誰かを罵っても俺は構わない。俺は俺の権利だっていうことを言ってる。人として間違ってるでしょ、どう考えても。俺は人として間違ってると思うよ、それは。それは言論の自由の使い方間違えてんじゃないのっていう。誰かをヘイトで貶めてるだけなんじゃないのって。俺は普通に客観的に見てそう思う。自白だからとかじゃない、これは。俺だって生、ケチャップさんの意見を書いてると、そういうことだと思うよ。じゃあどういうふうに思うの？じゃあさ、俺のさ、生放送のタイムシフトを見てさ、自分が枠主だと思ってコメント読んでごらんよ。俺のタイムシフトの。毎日毎日俺が受けてんの。絶対俺と同じ気分になると思うよ。絶対俺と同じ考え方、俺と同じ結論になると思うよ。ここにいる誰しもが。そしたら今度、俺は生主だから関係ないでしょ。だから積極的無責任なだけなんだって。俺には関係ない。でも俺は好きなことやる。お前のことなんか傷つけても構わない。俺はそういうふうに受け取るけどね、その主張っていうのは。俺は親しき仲にも礼儀ありだと思うし、関わる人は幸せになってほしいし、なんかこう和気あいあいと楽しくやりたいだけだから。なんか普通に何でもないこと、閲覧も別に欲しくないし、和気あいあいと仲良く仲いい人たちとキャッキャキャッキャやりたいんだよね。いやいやいや、傷つけられてるってどういうことよ、ケチャップさん。それはおかしいでしょ。だからそのね、アンチのおかげでうまくいった論みたいなのも聞き飽きたんだよ、俺も。いや別にアンチなんかいない方がいいからね、本当に。アンチなんか全然いない方がいいよ。全然いない方がいい。むしろ迷惑に思ってる普通のリスナーからするとすごい迷惑なんだよ。普通にコメント書きたい人からいるとすごい迷惑なんだよ。俺ネットホストじゃないけど。そもそもネットホストじゃないけど俺 もうだからね、こういう人たちはね、結局いつもそうなんだけど、花火が上がるといなくなるんだよ。俺が苦しむためにコメント書いてるのよ。
俺の苦しんでる顔を見たいだけなんだよ。花火が上がるとみんないなくなるじゃん。花火が上がると空気良くなるじゃん。毎回そうなんだって。俺が喜んでると自然といなくなる。俺が苦しんでるところを見たいだけなんだよ。いつもそうなんだよ。結局、ああつまんねえっつって帰るんだよ。花火上がると、ああこいつ稼いでるわ、つまんねえって、もう面白くないって言って、もうこういう流れも嫌なんだよね、俺も。毎回そうだもん。花火上がってる時荒れないもん。花火5、6発上がってみ、すぐ変わるから、こんなの。すぐいなくなるよ。毎回そうだよ、本当に。何年やってんの？ 6 年半やってんだから。だから結局ね、ルサンチマンなんだよな。人のね、不幸は蜜の味なんだよ。俺はそういう文化嫌だけどね。だから来なくていいって言ってんの。来なくていいよ、全然。困ってないから。別に来たくなきゃ来なきゃいいし、俺からお願いしてないもん、別に。ていうか、あんまり来ないくせによく意見言えるよな。あんまり来ないくせによく意見言えるな。それがびっくりするわ。いや、俺が決めてんのはアンチリスナーの話だから、すべてのリスナーの話なんかしてないよ。俺が言ってるのはアンチリスナーね。要はアイテム投げない人でブーブー文句垂れてる人のことを指してるから。おはよう、しんちゃんママ、おはよう。楽しんでってね。おはよう。今起きた？おこじゃないよ、全然。俺はケチャップさんのことをアンチリスナーだなんて一言も言ってないから、自分で俺のことを言われてるって言ってるわけじゃん。イリコさんはどつ、ゴミ拾いさんおはよう。ケチャップさんが勝手に自分のことを言われてるって勝手に思い込んで勝手にムキになってるんだって。もういいよ。もうイライラするだけだから。楽しくやりたいのに楽しい空気壊さないでよ。他行きなよ。面白い人いっぱいいるから、面白い枠主いっぱいいるから。なんで俺をイライラさせんのよ。あなたも楽しくないでしょ、ケチャップさん。俺はイライラしてる、正直。すげえくだらない。そう、喧嘩売られてる、なんか因縁つけられてふっかけてる、だからやからだよ本当に。性格悪い、正直。不快でしかないよ、あなたのコメントは。いやいや、いい、別に合わない、あなたとは。他行って悪いけど、あなたといくら話し合っても考え方違うわけだから。でしょ？もういいです、僕。楽しくやりたいだけなんで。おはようございます。ありがとう、花火ありがとう。はい、さようなら。
ケチャップさんもう来なくていいからブロックしてね、俺のこと。花火ありがとう、特命さんありがとうございます。どんちき一発目、花火ありがとう、サンキューです。アイテムありがとうね。誰だろう、今確認するね。パチパチありがとう、ありがとうございます。ねえ、みんなで楽しもう。もうこういうなんか理屈っぽい人やだよね、ごめんね。ありがとうございます、頑張ります。一口支援されたいっていう問い合わせ来たんだけど、どう思う？一口問い、また LINE 来たんだけど、みんなどう思う？5人目。一口支援しようか迷ってるって。どう思うみんな？一口支援。今日振り込むって、今日振り込むって、来た来た。4回釣られたけど、マジか。信用してはダメ、信用したらダメなの？いや、今来たよ。ありがとう、ありがとう、ニンニン花火ありがとう、2発目ドンチキー、ありがとうございます、ありがとう、花火ありがとう。いやもう100、1200万騙されてるからね。彩香さんとのコラボ面白かったありがとう九州ダンディさん。いや楽しんでくれたらそれでいいけど、ありがとうね、九州ダンディさんありがとうね。彩香とすげえ面白かったよって言って、アイテム全然投げてくれなくてすげえ嬉しいよ。九州ダンディさんが喜んでくれるだけで嬉しいからね。アイテムは投げなくていいからね。九州ダンディさん、アイテムはお気持ちだから全然いいよ。ありがとうね。俺九州ダンディさんが無課金で喜んでくれて、タダミで超面白、楽しんでくれてすげえ俺も嬉しいよ。いいんだよ、アイテム投げなくても。ありがとう。トータル300万で、一口10万で、一口10万で、30口募集してるね。うん。30口募集してる、スラップさん。うん。無課金か。そっかそっか。さすがにフォローしてるよね。さすがにフォローはしてるよね。さすがに、さすがに楽しんだってことは、無課金は全然いいんだけど、フォローはしてるよな。フォローしてないなんてありえないよね、みんな。楽しむだけ楽しんで、無課金、まあ貧乏だからしょうがないとしても、フォローはしてるのかな、ツイッターと。ちょっと見てみるか。フォローはしてるんなら、じゃあいいね、全然。うん。いつも無課金で見てくれて楽しんでくれて本当にありがとうね。うん。明細とか履歴見せてもらえれば。あ、全然出せるよ。明細も履歴も全然出せる。っていうか、配信で全部使ってるからな。
明細も履歴も全然出してるからな。むしろ配信で晒してるけど、俺。全然晒してるけど。っていうか、なんでここまで晒してて、なんか生活費に使うとか、なんだかんだとか言うやつが出てくんのかがわかんねえわ。え、何？え、じゃなくてってどういうこと？何が？どういうことなんだろう？どういうこと？振り込んだ履歴を見せてもらえば？振り込まれたんじゃないの？そうしたら。振り込んだ履歴が出てくるってことは振り込まれたってことじゃないの？どういうこと？それをほぼさんに見せて何なの？ 何が起こるの？どういうことなんだろう。ちょっとわかんねえわ。それは俺も振り込み履歴を確認したら、あ、振り込まれたんだ。え、な、なに、なに、ふ、え、な、何を言ってんの？明細を見せてもらえば、何なの？振り込まれたかどうかは確認できるよ。もうわけわかんないよ。もう信用するのは振り込みをされてから LINE 電話キツネで言うだけではダメ。君が信用ならんのなら振り込んだ履歴をスクショかなんかで見せてもらったらいいんじゃないのか？信用ならないってどういうこと？君がって俺？どういうこと？信用ならないなんて言ってないけど。何を言ってんのか全然わかんねえな。もうなんか調子悪いな、今日。なんかめんどくせえな。知らないよ。なんで300万振り込むっていうのか。300万じゃないよ。一口振り込む。10万振り込むっていう人は今現れた。なんで信用したらダメなの？普通基本信じるでしょ。ご厚意は普通信じるでしょ。結果が出たものに関しては信じるとかじゃないじゃん。なんで人を信じれないのかね。よく思ってくれる人は信じるでしょ、普通に。で、明細が出てきたってことは信じるとか信じないとかいうレベルじゃなくて事実確認でしょ、ただの。なんか日本語おかしくない？信じるとか信じないとかじゃなくて、ただ振り込まれたっていう事実の確認じゃん、それは。もうめんどくせえな、ほんと。みんなどう思うっていうのは、信じるべきか信じないべきかって話であって、振り込み明細を見たら、それは確認でしょ？ああ、もうイライラすんな。なんなんだよ、めんどくせえな。変な絡み方すんなよ。マジで。バカか？なんなの？そういうの。もうめんどくせえわ、マジで。そういう。くだらねえ会話振るんじゃねえよ。本当に。クソみてえな。腹立つな。
わあ、ありがとう。アンさん、花火ありがとう。ドンツキー。ありがとうございます。っていうかさ、俺本気でやっててさ、なんでこんなプレッシャーかけられないといけないんだろう。騙されたりしてて、何回も裏切られて、何回も騙されて、何回も罵られて、それでまだなんかぐちゃ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 言われて、すげえやだよ、もう。すげえやだ。期待しちゃうよね。期待しちゃうよね。今日振り込んでくれるって。今日振り込んでくれるって。スポンサーさん第1号なるか。スポンサーさん第1号なるかな。いや、もう悲しいっつうか、もうさ、なんかストレスたまるよね、本当に。クソ見て、ストレスたまる。別に、スポンサーにならないっていうのは全然俺はいいと思ってんの。映画も見ないっていうの、金払わないからいいと思ってんだけど、映画も見ないスポンサーにもならなくて、映画を作るのを叩くやつの神経がわかんないわ。意味がわからない。映画見てクソだったっていうのは別に言っていいと思うんだけど、作品に対して金払ってるわけだから。でも別に見てないやつとか作ってほしくないやつが叩くっていう心理が全然よくわかんねえな。いや、金払わないと見れないからね。別に金払って文句言われる分には全然構わないけど。全然構わないけど。っていうか、それがないと監督じゃないかんね。それは別に叩く権利あると思うよ。俺もクソみたいな映画見たら叩くから。でもいいと思った映画は囲うし、グッズも買うし、ファンになるしっていう。でももうそれがさ、なんか悲しいことに、例えばその、まあ最終的に見てくれたとしても、そこで得るお金ってさ、もう映画が作り終わった後だからさ、必要な金じゃなくて次の作品なんだよね。そこって悲しくない？今ってさ、見たいと思うんなら投資してほしいじゃん。今必要な、要は結果が後からついてくるって、まさにこのことだよね。必要な時にお金が集まるわけじゃないじゃん。作り終わった後なわけじゃん。先行投資なわけじゃん。だからリスクがでかいわけじゃん。要は何を作るかもわからないものに10万払うってさ、もう本当に心意気とさ、俺個人に対する信頼じゃん。だから信頼がないっつうのは悲しいよね。こんだけさ、4700人いるわけじゃん、フォロワーが。4700人のうち、俺が作る映画に10万の価値があるって信じてくれる人が一人もいない。それは悲しいよね。おはよう。七つの海のティンコさん、おはよう。ああ、まあまあ、生活ここにあるもん。いやいやいや、ニンニは、なんかね、俺、本当に腹立つのが、
支援してくれてる人ほど堂々としてほしいのに、支援してくれる人ってごめんなさいって言うんだよ。少なくてごめんなさいってみんな言うの。なんかこの逆転構造って変だよな。金払ってる人が堂々とするのが資本主義なのに、金払ってねえやつほど、なんかね、俺はスポンサー様だぞ、俺様だぞみたいな態度取って、金払ってる人がなんか肩身狭いって変だよな、ネットって。何なんだろう、これ。むしろ金払ってる人ほど、ね、ここででかい口叩いていいと思ってんだけど。ああ、もう頭痛い、本当に。何なんだろう。盗っ人たけだけしいって言葉しか思い浮かばないよ。盗っ人たけだけしいだよね、まさに。よくさ、こんなさ、毎日毎日さ、その人の雑談をさ、タダで聞いて面白かったって言って、それに対して対価払わねえとかさ、どういう生き方してんだよな、いい年こいて。そ まあ別にそいつらに媚び売ってないから、俺は頭下げることもないし、別にいいんだけど、ペコペコする気も媚び売る気も全くないし、まあみすぼらしい生き方してんだろうな、ずうずうしい。ああ、腹立ってきた。クソ、胸クソ悪いな、マジで。クソみてえだな。コーヒー買ってくるわ。そうだな、ロードワークもやってねえな。やらねえとな。ロードワークやってねえわ。ああ、イライラする、マジで。イライラする。ああ、悔しい。もうガキの頃の怒りが思い出すよね。お前らになんか絶対俺の苦しみわかんねえよっていう。クソが。綺麗事ばっかり言うクソみてえな大人になりたくねえって子供の頃から思ってたけど、
今でも同じ気分だわ。リーマン見てて。クソみてえなさ、正論とか綺麗事とか五択とか並べてさ、何にも手も貸さない、助けもしない。クソみてえなやつだよ、クソみてえなやつ。綺麗事ばっかりで。口は出すけど手は出さないんだ。いらねえよ、そんなの。行動しないやつとかいらねえよ、本当に。ごたくなんかいらねえよ。寒い。気分悪い。ナイスいらないよ、ブリムさん。おはよう。ナイスいいよ。狙ってないから。大丈夫だよ。ありがとう。普通に楽しみにおいで。ありがとね。俺は取れないよ。風船ありがとう。ブリムさんありがとう。ありがとう。普通にコメント書いてね。ありがとう。気持ちが嬉しいよね。ナイス押しに来たよって。ナイスってこれ一回押したら他の人には投げら、あの押せない仕組みなのかな。ボンありがとう。アイテムありがとう。ボンだけだよ、毎回毎回延長料金だっつって投げてくれんの。本当にあ、他の主さんにもあげれるんだ。いやーもう本当に他のでも押せるんだ。あありがとありがとう、マカロン、ありがとう。ありがとう、しんちゃんママ。ありがとう。まあ、できるかできないかじゃなくて、やるかやらないかだかんな。まあ、でも、もう、絶対に、もう決めてるけど、もう、絶対に手のひら返すから、みんな覚えといてよ。俺が、もう、いつも人生で言ってることだけど、みんなよーくコメント欄でドイツが叩いてたか、ドイツができないとか、ドイツが作らないって絶対見といてね。こういう風に言ってたやつほど、俺は昔から応援してたよとか、他枠で書くから。あいつはやると思ったよとか。ライブハウスの時もネットワークビジネスの時も全部そうだから。叩くやつほど俺はできると思ったとか。要は結果しか見えないやつだから。未来に投資ができないやつ。俺ね、ライブハウスやった時、19歳の時に音楽で飯食いたいっつったら、袋叩きにされたんだよ。友達にも、親戚にも。ね。で、母ちゃんが号泣したことがあったの。一回。悔しいっつって。バカにされてっつって。バンドなんかやっててって。で、ライブハウスやって店長やった時に、唯一応援してくれてた同級生が5人だけだったんだよ。5人だけ。音楽頑張れよって。
音楽で飯食えるよって、絶対夢叶うよって言ってくれたの5人だけ。無根拠に支援だよね、できっからっつって。で、俺、みんな俺のこと音楽で飯なんか食えるわけねえってバカにしてたの。アンチコメントと一緒。それどうなったと思う？ライブハウスで。俺のこと叩いてたり、陰口叩いてた奴らが遊びに来て、友達連れてきて、おい、こいつ俺同級生で友達で店長やってんだよ。こいつタダで入れてやってよとか、こいつ店長知り合いなんだよとか言って、偉そうに、こいつすげえだろ、自慢しに来んの。で、叩いてた奴ほど通いに来んの。要は結果しか見えないから。そう、嘘つき。で、5人はライブハウス来なかったの、俺のこと応援してくれてたやつ。で、俺電話かけたの。大きいバンドマンが来るときに招待したいっつって。来てほしいって。そしたら、なんて言ったかっつったら、その5人の友達全員来なかったの。で、なんでだろうと思って電話かけて誘ったら、なんて言ったよ。今でも覚えてるよ。お前が夢叶えんの、俺ら分かってたからって。俺らは信じてたし、俺らはお前がやるっていうの分かってたからって。だから俺らのタイミングで行くから大丈夫だよって。わかる？そう、急に増える親戚と一緒。要は今物がないから信じれない。要はさっき言った振り込みと一緒。振り込み明細が来たら信じられる。信じるとかじゃないの。わかる？結果に対してコミットしてんの。ありがとう！グレート花火ありがとうございます！匿名さんありがとう！わかる？要は俺が今映画を撮れない、要は全部見せてるのに、いや、そういうことで全部見せてるのに分かんねえんだよ。で、急に映画がうまくいったり完成したら、やっぱりなって言うんだよ。何がやっぱりなんだよ。現実しか見えてないんだろうって。要は信じてるとか仲間だとかファンだとか嘘なんだよ。そんなの叩きたいだけ。現実に見えてるもの、リンゴはリンゴ、コーヒーはコーヒーって言ってんのと一緒なの。わかる？わかる？言ってる意味。俺、ネットワークビジネスの時もそう。俺、誘わなかったの、友達は。ね。で、何やってんの？つったら、いや、ネットワークビジネスって。要は、マルチやってたんだけど、マルチって、正直に言ってたの。そしたら、バカにされたのよ、案の定、面と向かって。お前、それ、あれじゃん、詐欺じゃんとか、なんだそれ、ネズミ講じゃんって言われたの。びっくりしたよ。俺、それ、3年、そいつと縁切ってたの。で、稼げるようになって、なんかで、同級生、たまたま会ったんだよ、そいつに。で、そいつに、また同じこと言われてる。今何やってんのって。あれ前やってた、マルチやってるよ、っつったら。で、いくら稼いでんのっつったら、月に30万勝手に入ってくるよ、っつったら、そいつなんて抜かしたか、みんな想像つく。俺のこと、ネズミ君じゃん、やるわけねえじゃん、とか、お前騙されてるよって言ったやつが、俺になんて言ったと思う？想像でいいから書いてみて。その否定したやつ、要はアンチコメントみたいなこと書いたやつ、うわ、騙されてんじゃん、俺絶対やんねえって言ったやつが、俺が20万、30万稼いだ時、なんて言ったか。なんて言ったと思う？想像でもいいから書いてみて、みんな。もう本当に爆笑するレベルだから。マジで笑ったよ、その時は。俺にもできる？って言ったんだよ、そいつ。俺今からやりたいんだけど、できる？っつったの。そう。なぜ誘わなかった？そういうこと。笑うだろ！俺マジでその時怒ったもん。お前バカにしてんだろって。お前がバカにしたやつを、俺は3年間必死こいてやってたんだわって。お前バカにしたよなって。笑うだろ。そう、紹介してよじゃない。俺にも今からできるって。なめてんだろ。血眼になってやったものを稼げるって結果が出たら俺もやりたいだよ。言ってやったよ。お前なんか無理だよって。稼げるわけねえだろって。一生バイトしてるバカっつったよ。さすがにそいつは縁切った。腹立つだろ。だからもう人生で何回も経験してんの、俺。そう。楽して儲けるなんかねえから。みんな必死になってやってんだよ。個人事業主も経営者もアーティストも。楽して儲けてると思ってんだよ、配信とかも。ふざけんじゃねえよ、バカ野郎。必死でやってんだよ、こっちは。バイトでも何でもしてろよ、クソみてえな。そういうバイトしかできねえやつが俺に言うんだよ。映画作るんだったらバイトしろって。バイトしてる時間なんかこっちはねえや、クソが。バイトしながら映画作ってるやつなんか聞いたことねえよ。どんだけ才能ねえんだよ。死んでもするか。
バイトするために生まれてきたんじゃねえよ、こっちは。おめえと一緒にすんな。カスが。エクスパンドおはよう。ああ、腹立つ。イライラするわ、マジで。投げるもん投げときゃっていうか、まあ、普通にありがてえかんな。投げてますアピールとかじゃなくて、なんだろう。なんかもう、すげえイライラしてるわ、今。クソほどイライラしてるわ、マジで。よーくみんな見といた方がいいよ。あいつ否定してた、あいつどうだった、あいつ管巻いてた。うわ、ノンラブ久々。ノンラブ元気だった、いらっしゃい。絶対にやるから、俺は。いや、絶対にやるから。作りたいもん作るよ。クソムカつくわ、マジで。下積みは修行っつうか、俺は人生全部修行だと思ってる。特に30代は捨ててるもん。苦虫噛んでるよ。働けって言葉大っ嫌いなの。働けって言葉。なんで命令形なんだよって。で、言ってギリギリ OK なのは、俺は養ってる親だけだと思ってる。生活が苦しくて養ってる親だけ。でも俺、親にも本当は権利ないと思うんだよ。自分のエゴでセックスし、自分で産んで、自分がね、子供を満足させる器量もないのに産んじゃって、働けっていうのは言うことじゃないと思ってて、俺ニート肯定派なの。だからどんな人にも、自分働けって、要は自分が罰を受けてるから、お前も罰を受けろの発想じゃん。お前だけズルして楽してるの発想じゃん。俺は仕事っていうのは尊いものだと思ってるし、ワークアズライフだから。生きてることで金を生むんだよ。やりたいことだけやるから、俺は。悪いけど。ありがとうね。いいね、ありがとう。俺はやりたいことやるよ。いや、ノウハウは売らない。ノウハウはシェア。無料。俺はそれ、吉田松陰の言葉。学問から金は取ったらダメだって。学問っていうか、俺人に教えるっていう言い方が嫌いだから、シェアっていう言い方だけど、体験したことはシェアするのは無料でやる。情報で金取るのはダメ。俺が感じたことを、失敗したことを、苦悩してること、今現在だよね。映画を作るっていうので、どれだけ叩かれるかっていうのをみんなはタダで見せるよ。どれだけ夢掲げたらぶん殴られるか。言論で、毎日毎日。半年間こんな毎日だよ。そう。でも応援してくれる人がいるっていうのは少数だけど、一握りだけどいるって。見てて、ルイコスタさん。俺は情報をシェアするから。無料で。垂れ流すから。リアルだよ、このイライラも。この怒りも含めて見といて。全部タダだよ。全部タダ。もったいなくない。俺は情報で金取るやつは詐欺だと思ってるから、だからもし役に立ったり面白かったりしたら、チップ置いてってくれればそれでいいの、別に俺は生活できればいいわけだから。映画に関しては、もしよかったら10万一口で乗っかって、お金に余裕のある人は、その放送に関しては気持ち置いてってくれればいい、アビエーターがわかんねえ。儲けじゃないんだよね。俺の先輩が言ってたのは、コミッション、コミッション、コミッションっていうやついっぱいいるからって。要は報酬のこと、成果のこと。要は給料のことだよね。コミッションいくらなんですか？コミッション何パーですかって。それがビジネスだと思ってるやつがいっぱいいると。使命ってどう書くって。命を使うこと。命を使うこと。英語でなんて言う？使命のこと。みんなわかる？使命、コミッション、成果、給料、コミッションいくらですか、パーいくらですか、折半ですかって。これビジネスじゃねえって。使命ってなんていう英語で、みんな。使命ってなんていう、命を使うことってなんていう英語で、書いて。使命ってなんていう字書く、英語で。ありがとう、いいね、ありがとう。あ、ボーン、ありがとうね、アイテム。
ちょっともありがとう。アビエーターという映画、超お金持ちの主人公は全財産使って映画作る映画。へえ。へえ、面白そう。ミッション、使命、ミッション、そう、ミッション、コミッションじゃなくてミッションで動けって。お前が命を使いたいことで動けって。それがお前の天命だって教わってんの。わかる？お前の命はそんなことするために生まれてきたんじゃない。コミッションを稼ぐために魂売るなって。命を使う価値があること、ミッションがあるんだって。お前には、お前のミッションはお前がやりたいことなんだって。徹底的に教わってるから。お前のミッションは何だって。ミッションで動くから。俺はルイコスタさん、ありがとう。ルイコスタさんから花火いただきました。ドンチキー。ルイコスタさん、ありがとう。花火ありがとう。コミッションで動くとか働けとかくだらねえから。俺は映画作りたいっていうミッションだけで動くから。シルバー作りたいっていうミッションで動くから。コミッションで動いてるアルバイターとかサラリーマンとか来んじゃねえ。気持ち悪い。他行け。くだらねえ。いやー、俺はいらん。配信で生活したいなんて俺おすすめしてないもん。無理だよ、こんなクソみてえな生き方。できるわけねえじゃん。女に逃げられて、社会的信用もなくて、ローンも組めなくて、家賃も払えなくて、税金も払えなくてって、保険証も持ってね、できるわけねえじゃん。普通の気違いなんだよ、こっちは。ここしかねえから、これやってんだから。こんな生き方肯定されるわけねえだろ。気違いだったらとことんやれよ。社会から爪はじきにされてさ、居場所がなくてさ、毎日引きこもってるニートでさ、それだったらやれよって言うよ。普通のやつらはなんで配信者で稼ぎたいって言うと楽だと思ってるからなんだよ。バカだろ。クソつまんねえやつ5万といるわ。全員3とかだよ、4とかだよ、あいつら。そんなまともでやることあって、社会的な信用がつけられるんだったら働いた方がいいよ。こんなクソみたいな生き方人に勧めるわけねえじゃん。毎日毎日10時間以上配信やって休みなくてね、寝る間もなくて、月収18万だぞ。33歳だぞ。アルバイターだぞ。30分間どころか1日10時間やって、毎日このペースでずっと喋ってるんだぞ。それで18万だぞ。それを6年間だぞ。3年間、最初の3年間無収入だぞ。それができるんだったらやってみろよ。じゃあ、そんだけ気合あるんだったら、生活保護でどれだけ叩かれたか。鉄のメンタル持ってねえとできねえから。やってみろよ、毎日毎日ぶっ叩かれてよ。毎日毎日文句言われてよ。死ねだとか、カスだとか、昔の詐欺のことでずっと詐欺師詐欺師って言われてよ。寄り目だとかなんだかんだ、毎日毎日、クソみてえなコメントに囲まれてよ。やれんならやってみろよ、この野郎。何が楽して稼いでるだよ。やる根性ねえんだから、腹くくってねえんだから、配信なんかできるわけねえだろ。なめんなよ。やれるんだったらやってみろよ。仕事もしねえで、親にぶったたかれて、ねえ、家族にぶん殴られながら配信やってみろよ、6年間。絶対稼げるよ、そんな面白いやつ。母親に物投げられて働けって言われてバリーンって当たって、泣きながらやだ、働きたくないって面白えじゃん。親父にボコボコにされながら出てけって言われながらやだ、パソコンやだっつってパソコン守りながら配信やっててみろよ、毎日毎日。面白えよ、そいつ。そんだけ根性あるんだったら配信できるよ。食えるよ。ファンがつくよ。その根性がねえのに楽して稼いでると思ってんだから。だったら女配信者のクソみたいな配信者みたいに売春して稼げよ。リスナーに体売って稼げよ。俺売春風にしか見れねえよ。君にして稼げよ、テルチャンピンみたいによ。好きでもねえ女抱いて、ババア抱いて花火もらえばいいじゃねえかよ。こっちは喋りで食ってんだよ、バカ野郎。コミなんか売らねえよ。会ったことも見たことも聞いたこともね、どこで何やってるか、誰でどんな仕事してるか、男なのかジジイなのかババアなのか分かんない100人相手にずっとこっちは喋ってんだよ。無課金だろうがなんだろうが6年半やってんだわ。
そんな奴らと一緒にすんじゃねえよ、バカ野郎。生き様だけで稼いでんだ、こっちは。何が情報商材だよ。やれるもんならやってみろよ、この野郎。ただで全部本音ぶちまいてやるわ。やれるもんならやってみろよ。うん、俺と同じ閲覧稼いで、18万でボロクソに毎日なりながら、毎日悔しい思いしながら、幻聴幻覚見えるぐらい、一週間に何回お前血面出ると思ってんだよ。吐血もすんだぞ。雨の日も風の日も、全部やってるんだわ。辛い日も女に振られた日も。全部だよ。全部ネタなんだよ。やれるもんならやってみろよ、カスが。やれるもんならやってみろよ。そこに、その勇気がねえんだったら絶対できねえから。で、もし俺は余裕でできる、お前より面白いって言うんだったら絶対稼げるわ。自分で決めろ。自分の人生は。クソが。そう思わない。そう思わない。俺は腹立つんだよ。俺も稼ぎたいって。だったら稼ぎたいと思った瞬間になんで配信ボタン押せねえんだよ。見てるんだったらスマホかパソコン持ってんだろ。見てんだったらボタン押すだけでなれるんだよ。どうやったら喋り上手くなりますかじゃねえよ。全部さらけ出してんだよ、こっちは。ネタなんかねえよ。ネタなんか最初からねえよ。無理やり作ってんだわ、みんな。ルイコスタありがとう。ルイコスタさん、花火ありがとう。俺はここしかないんだよ。バイトができるんだったらバイトしろ。大学出てんだったら就職しろ。上場企業行けるんだったら上場企業行け。幸せになれるだろ、そっちの方が。こっちは幸せと縁、ほど遠いわ。幸せになんかなれねえんだよ。俺前科3犯だぞ。アスペルガー症候群持ってんだよ。ADHD だよ。障害者手帳3級だよ。中卒だよ。なあ。な、前科3犯で中卒で、障害者手帳3級で、片親だよ。虐待されてたんだよ。友達なんか全然いねえよ。クズのロイヤルストレートフラッシュだよ。手札どんだけ出てくんだよ。なあ。クズでもできるんだよ。でもクズにしかできねえんだよ。クズじゃない配信者いるか？全部さらけ出してるから。俺らはクズだよ。俺らはゴミだよ。俺らはカスだよ。認めるよ。うん。それくらいクズになれるんだったら今すぐやれ。失うもんないんだったら全部やれ。うん。守るものがあるやつには無理。この商売は。うん。金がねえからだよ。服なんかどうでもいいんだよ。こっちはホームレスだったんだよ。おはよう。こっちはホームレスだったんだよ。家すらなかったんだよ。ここで配信やった時、知ってるリスナーは知ってるよ。布団持ってなかったんだよ。家具も何もなかったんだよ。なあ、服を4枚重ねて段ボール引いて寝てたんだよ。この部屋、段ボール引いて寝てたんだよ、この部屋で。で、この服もらったんだよ、リスナーから。寒そうって言って、かわいそうって言って。なんで同じ服着てんのじゃねえよ。この服に思い入れがあんの。ボロボロで穴開いてて、洗濯もできねえけど、俺が毎日 T シャツ着て寒い寒いって言ってるから。送ってくれた人がいるんだよ。お前みたいになんで同じ服着てんだよ。洗濯しいいな、母ちゃんが洗濯してくれんのか。お前は洗濯機、洗濯カゴに放り込んでたらいい人生だな。なあ、母ちゃん勝手に洗濯してくれんだろ。俺母ちゃんいねえから、洗濯機持ってねえから。うん。服すら持ってなかったんだよ。リスナーさんがくれたんだよ。これ着ててなんか迷惑かけたか、お前に。俺が着たいもん着てなんか迷惑かけたのかよ。ずっと同じの着るよ。ずっと着るよ。一生着るよ。何が悪いんだよ。嬉しいよ。だから着てんだもん。だからトレードマークなんだもん。パフェありがとう。ルイコッサさん、パフェありがとう。穴開いてても別にいいよ。みそぼらしかったら全然いいよ。うん、全然構わねえから。あ、いい、いい、リスワンとか気にしてないから俺。うん、パーイパーイっつっちゃった。バカありがとう。うん。わかる？頭おかしくなるとパーイって言うからね。
バカありがとうって言うとしたら、パーイって言うんだよ。それくらい配信やってるから。わかる？バーガーありがとう、パーイって言うんだよ。それくらい追い込んでるから、俺。頭おかしいだろ。な。もう、バカになってんだよ、頭が。俺今日、8時間、起きた8時間映画の練習して、8時間配信して、今、9時間半目だわ。それはパーイって言うだろ。うん。それくらい配信やってみろよ、バカ野郎。うん。ありがとうね、マカロンありがとう。いや、言うでしょ。ずっと喋ってんだもん。ずっとこう、コーヒー俺今日何本目だと思う？これ6本目だから。タバコ2箱目だよ。タバコ2杯吸ってコーヒー6本やって、ね。8時間一生懸命映画の練習して、8時間喋ってんだよ。うん。くだらねえ、マジ。お前らに俺の苦しみは分かんねえよ。だから俺が見てる苦しみとか悲しみとか喜びとか全部映画に込めるから。全部。俺が見てきた世界全部見せるから。俺が作るもんだから。全部置いてくから33年間生きてきた感情を経験と俺は俺なりにバカはバカなりにクズはクズなりにやってきたんだわお前らは1800円見て見ろ、うん、エクスパンド落ち着け落ち着け、作るよ。資金集めなくても作るよ、うん、作るのじゃなくて資金を作ることも今このナウも映画作りだから、うん、金だけじゃないよ。金だけじゃないよ。大丈夫だよ。しんちゃんまん、俺のペースでやるからありがとう。心配しなくていいよ。セデスさん。セデスさん。これだけじゃないけど、これも立派な映画作りだから。世の中にある映画、スポンサー募らないで作ってると思ってんの。インディーズの人も、世間の人も、監督も。俺は俺のやり方で、これも映画作りの一つだから。うん。スポンサー募るのも映画作りだから。これが映画作ってるんだよ今 Now で。完成するかどうかは運だよ。もう俺は全力を尽くすよ。技術も人集めも役所さん集め、脚本作り、スポンサーの支援集めも今作ってるんだよ。金が集まってから作るんじゃなくて今 Now で作ってるんだよ俺は。それが俺が何言ってんのか分かんなかったらもう会話にならない。こんだけ言っても会話分かんねえんだったら分かんねえんだよ。他行け。分かるっつんだったら付き合おうよ。分かんねえんだったら分かんねえからまともなんだろ。まともなやつに俺のことがわかるわけねえじゃん。命削ってやってんだからこっちは。わかんねえやつには何言ったってわかんねえから。
分かるやつだけ分かればいいから。六本木ヒルズの最上階見て、その後叩き落とされたからね。六本木ヒルズの最上階だよ。そっから叩き落とされたから、地面にまで。もう一回上がったるわ。俺はでも金追いかけて上がらないけどね。六本木ヒルズじゃないよ。今度はベネツィア。次はベネツィア。カンヌ。海外行こう、みんなで。なあ。もういいや。六本木ヒルズとか。ベネツィア行こうぜ、みんなで。な。夢はでっかく。みんなで行こう。配信回すよ。ありがとう。はいはい、いってらっしゃい。能書きとかアドバイスとかいらねえかんな。求めてねえから。能書きもアドバイスもいらねえ。何の腹も満たされなければ、イライラするだけ。気持ちで動くか、行動で動くか、金で動くか、何かしらしてくれ。俺は喋る。フォローするとか、行動するとか。お金がねえんだったらフォローするとか応援するとかコメント書くとか。もしくは金ダブついてんだったら支援するとか、スポンサーになってやるよとかさ。もしくは、いや、時間あるわ、ニートだわ、つって。でも、ワード好きだから映画作るの手伝うわ、つって。行動か、気持ちか、金。どれも出せねえやつは他行け。用ねえわ。求めてねえわ。関わる気もねえわ。他行け。金か気持ちか行動で動けないやつはいらない。俺と関わる資格ない。誰かを利用するとか、誰かを使うとか、そういうのいらない。金も気持ちも行動もできないやつは関わりたくない。何を使うの？俺は映画で返すよ。配信で返すよ。シルバーで返すよ。お前たちは何をしてくれんの？何もしないんなら去れ。山口メンバーの名言だね。何もしないなら去れ。山口メンバーだよ。振り込んだって。おっと、入金確認しちゃう？入金確認しちゃう？いっちゃいます？行っちゃいます？ログインしますよ。今振り込んだって。ドン。あざーす！初スポンサーありがとうございます！ありがとう！ありがとうございます！あざーす！ありがとうございます！
頑張ります。ありがとうございます。ありがとう。あ、8万は俺がもともと入れてた金。8万は俺がもともと入れてた金。ありがとうございます、モンサンさん。ありがとうございます。8万はもともと入ってた金。ありがとうございます。ありがとうございます。あざっす。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。誰かは映画見たらわかるよ。誰かは映画のエンドロールに出るから。誰か気になるんだったら映画見に来ればいいじゃん。エンドロールに出るよ。それは俺とスポンサーさんの間の関係だから。唯一俺の映画に制作に口出していい人間が現れたんだよ。唯一俺の映画にダメ出していい人間が初めて現れたんだよ。やってんのかよって、どうなってんだよ、明細見せろよっていう権利がある人が初めて現れたんだよ。ペコペコするね。 権利があるからね。どうなってんだよ納品って。2019年3月7日か。半年目で一人目のスポンサーさんだね。いや、あのね、機材の32万リスナーさんからのあれがあるから、残り、正確に言うと、46万だね。アルファ7買ってるから。スミルクさんいらっしゃい。アイテムありがとう。ただね、企業か個人かは言えないけどね、企業か個人かは言えないけど、全体でまとめて出した金額じゃないからね、プレッシャーはかかるよね。ロニー S 買うか、パソコンのためにストックするかだな。10万円でロニー S 買いに行くか、パソコンのためにお金ストックするかだな。ありがとうございます。0と1はでも違うからね。0と1は大きな隔たりがあるからね。一人目のスポンサーだぜ。一番上、タイトルの一番上。
げるな。DVD にもしたいね、形が残る感じでね。あれ？コメントビューはついてない？ついてるか。マックさんだけ？誰マックさんって。浪人 S の PV さっき流したんですけど、もう一回見るか。もう一回見るか、浪人 S。ローニーエース見ちゃうか。欲しくなるんだよな。いや、買おうと思ってる10万の機材これなんだけど、見るか、もう一回。
ちょっと待って。これが、その浪人 S ってやつなんだけど、パソコンのために貯蓄するか、浪人 S 買うか、迷うね。これが浪人 S 使って撮った、公式のデモ映像なんだけど、どうすっかだよね。めちゃめちゃかっこいいよね、やっぱ。カメラマンが走って追っかけて撮ってんのに手ぶれ一切ないでしょ。やっぱいいよね、全然。カメラワークの幅が全然違うっつうか。やっぱアクションシーン撮るんだったら、これは絶対必要機材だよね。めちゃくちゃかっこいいよね。全然違うよ。めちゃくちゃいいよね。今のカットの仕方すげえ好きだな。ここが浪人 S の次のシーンで使われる回転系は浪人じゃないとできない。これ、この後だ。これは浪人の技だね。いいよね。いいよな。こういう映像が作れるね。これがローニー S っていう機材。これがその10万する機材なんだけど、これはもう絶対今のカメラで必要だと思ってる。人との出会いが恵まれる術を伝授してくれないかな。あ、じゃあ俺の考え言うわ。え、削除しちゃったの？人との出会いが、俺がいつもその座右の銘みたいに掲げてる言葉があって、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるっていう。で、当たり前じゃんと思うじゃん。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるっていうのが俺が常に掲げてることなの。でもね、これ勘違いしてる人ってよく多くて、うまくいかない人の言葉を言うと、女の子で言うとね、結婚したい。これことなんだよ。順番がことでしょ。わかる？順番がこと。30歳までに結婚したい。いつなんだよ。いつとことなんだよ。ね。結婚式はハワイでやりたい。場所とことでしょ。これうまくいかない人。こととか、場所とか、いつとか、いつまでにとか、どうでもいいの、実は。想像してみてほしいんだけど、結婚を人なんだよ。映画も人なの。何をやるのかよりも、誰と組むのかな、仕事とか生きるってことって。誰と一緒にいるかってこと。だから俺はまず、好きな人。で、その人と何をしたいのか。結婚をするとか、旅行に行くとか、飲みに行くとか、バンド組むとか、映画作るとか、人と誰と何をね、好きな人と好きな時に好きな場所で、じゃあ好きな人と好きな時に、じゃあ好きな人と好きなことを好きな時に、次いつやるのか、好きな場所で、どこでやるのか、で、いつまでやるのか。だから俺は、何をやるのかよりも、誰と一緒にいるのかの方が重要だと思ってんのね。誰と付き合うのか、いつどこでじゃない。違う。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるのか。誰と、誰と、まず誰とやるのか。誰と何をやるのか。いつやるのか。どこでやるのか。
いつまでやるのか。俺はこの順番だと思ってんの。ぶっちゃけた話、誰と好きな人とこれが見つかったら何やっても楽しいと思ってんの。好きな人さえ見つけた、こいつだって思うやつだったら何でもいい。ぶっちゃけた話、俺はだから人が全てだと思ってんの。それが俺の考え方かな。人と人との出会いが恵まれるっていう。わかんないけど、俺は誰と何をやるのかをずっと考えて。ぶっちゃけな話、場所とかいつやるとかいつまでやるとかはあんまり重要じゃない。自分の力って、俺自分の力でやってるけど何お前。お前誰？部外者？お前になんか言われることやってないけど、他行けよ。俺は人の運は半端じゃなくいいよ。金運とか恋愛運はあんまりないけど、人との出会いは抜群にいいから。神がかってるぐらいいいから。むしろ人に助けられて生きてきてるから。だって冷静に考えてごらんよ。3年間俺ずっと人の金で生きてんだよ。すごくね？人脈ゼロだったよ。俺だって逮捕されてから親とも連絡取らない。誰とも連絡取らなかったんだから。小好きだと思ってればいいじゃん。お前には関係ねえんだから。俺プライド持ってやってるから。お前にとやかく言われるような生き方してねえから。お前誰？ほっとけよ。やることあんだろ。働きな。人脈じゃないの。人脈じゃない。俺は人との運は抜群にいいね。いつも誰かに助けてもらってる。本当のこと言うと全員そうなんだよ。本当のこと言うと全員そうなんだよ。いや、労働しない。働かない。悪い。働かない。くだらねえから。努力は当たり前。努力は当たり前。努力してますアピールなんていらない。努力するのなんか当たり前。行動するのなんか当たり前だから。成功したかったら、やりたいことやりたいんだったら行動するのなんか当たり前だから。何もしないやつが何か手に入れるわけねえじゃん。な、当たり前のことなんかどうでもいいよ。俺働く気なんか毛頭ないし、そういうくだらないアドバイスいらないよ。働かないと何かできねえんだろ。じゃあ働けばいいじゃん。誰かにペコペコしろよ。ありがたくもねえのに、ありがとうございますって言ってりゃいいじゃん。俺ありがたくねえやつにありがとうなんて言えねえから、バーカ。そんなことしなくても俺金入ってくっから。消えろ。いいよ、別に何もしなくたってうまくいくんだったら何もしなきゃいいじゃん。全然困ってねえから、消えろ。春日、お前と一緒にすんな。才能がねえから働いてんだろ。才能あったら普通に何もしなくても食えるから。器量がねえんだろ。働けよ。お前にそのまま返すわ。働け。俺働かなくても3年間食ってってるわ。全く働いてないけど食ってるわ。全然問題ないんで、働きません。働く気なんてありません。一生働かないです。働かないと食っていけないやつは働けよ。やりたくねえことやれよ。3年半だね。働け。死ぬほど働け。働いて働いて、やりたくないことやって、ペコペコして、自分の魂削って、プライド削って生きてけ。社会のため、人のため、お国のためって言って死んでいけよ。俺はエゴイストだから、自分のやりたいことだけやるから。お前の価値観植え付けんじゃねえよ。
才能、働く才能はないね。奴隷になる才能はないね。ない。俺はペコペコできねえから。頭悪い無能な上司とか、バカ相手にありがたいとか言えねえし、全然興味ねえから。ペコ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 生きろよ。プライド削って。魂削って。俺はそんなん必要ないから。ここで喋ってるだけで金入ってくんだわ。働きゃいいじゃん。働きたきゃ困ってないもん。俺リスナーさんが食わせてくれるから。リスナーさんが花火くれるんだよ。羨ましいの？出るよさ。俺ここでダラ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 喋っててやりたいこと毎日やってたら、リスナーさんがお金くれるんだよ。お前と違って。何にもやんなくてもお金もらえるんだ。なんで働くの？お前はなんかしてないと、ね、ペコペコしてないと、無能なことやってないと、自分がやりたくないことやってないと、金もらえないんだろ。クソだせえな！クソだせえ生き方してんな！悔しいだろ！俺ここにいるだけで金もらえんだわ。バーカ。働くわけねえだろ、無能が。働くわけねえだろ。働いて貢げよ、バカ野郎。一生働かねえわ。クソが、ゴミが、カス野郎。いや、俺ここに座ってるだけでアイテムもらえっから。言いたいこと喋って、言いたいこと言って、思ったこと言って、やりたいことやって生きてるから。俺パンクスだよ。アンドアウトカムジウルブス。赤白黒だから。アンドアウトカムジウルブスだから。まあ稼げなくなったらナマポになればいいんじゃないの？俺はナマポにはなりたくねえけどな。欲しいもん欲しいし。いや別に生活保護なりたくてなったわけじゃないかんね。あらら、聞いちゃったよ、出るよさん。ずいぶん胸に刺さったみたいだね。まだ言えよ、働けよって。どうした、出るよ。言えよ、働けよって。どうした、聞いたのか。正論言われてビビっちゃったんかな。働く必要なんかねえよ、バーが。誰だと思ってんだよ。俺、和道だよ。なあ。
努力っつうかやりたいことやってて、なんかそのなんだろう、俺イチローって野球で遊んでるだけだと思ってんの、メイウェザーってボクシングで遊んでるだけだと思ってんの。なんか遊びを夢中でやってた最高峰の矢沢永吉とか歌って遊んでるだけでしょ。矢沢永吉っていうキャラクターで遊んでるだけじゃん。なんかなんだろう、努力をしなきゃいけないぐらい、要はやりたくないことをやってる時点で俺負けだと思ってんの。努力って概念の中に、やりたいこととか達成するためにはやりたくないことをやらないといけないとかじゃなくて、別にやりたいことやって遊び、だから好きこそものの上手なれとか言うじゃん。で、別に一郎になんでそんなハードなトレーニングやってんのって多分言うと思うの、周りの野球選手とか。本人楽しいからやってんでしょ。努力って言わなくない？それ。やりたいことやってるだけじゃん。一郎が一郎になりきってるだけだし、永吉が永吉になりきってるだけだし、努力って言わないじゃん。毎日遊んでりゃいいんじゃないのって。本気でね。本気で遊ぶ。鬼ごっこ全力でやって楽しくなかったルイコスさ。お金かかってないけど、かくれんぼとか全力でやって子供の頃楽しかったでしょ。子供の頃って全力でやるの。縄跳びとかも。友達とミニ四駆とか。でも、つまんねえ大人が言うんだよ。儲かんねえよとか。わー楽しい楽しいってやってたら、大人が現れんの。まだそんなことやってんの？ゲームボーイの方が楽しいよ。まだそんなことやってんの？ミニ四駆の方が楽しいよ。まだそんなことやってんの？何々の方が楽しいよ。つって。ごまかしてん。全力でやってねえからどんどんつまんなくなる。大人になったらどん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 つまんなくなるの。だから投資だとか、金がとか、年収がとか、理由をつけてくるの。自分が楽しめないことに。俺は楽しいことやってるだけだから、理由なんかいらないから。いいね。全力で鬼ごっこやって、肋骨折った。そうそうそう。楽しかったでしょ、でも。一回しかないかんね。自分の悔いのないように。死ぬ時に、なんて惨めな人生だったろうって。なんて俺、こんなことやってたんだろうって思えばいいじゃん。俺、いつ死んでも構わないもん。そう、本人夢中なだけだよ。夢の中って書いて夢中だからね。かっこいいよね。まるで夢の中にいるみたいに、夢中って。いい言葉だよね。そう、夢中でやってるだけ。そう。お前、寝言言うなよとか言ってるけど、俺、夢中だから。夢の中だから。寝言しか言わないから。寝てみるときに言うんだろ、寝言って。俺、夢中だから、寝言しか言わねえから。よろしく。現実で生きてください。夢中でやってるんで。アルバイトとかしなくても稼げてるんで、やりません。はい。アルバイトしないといけないぐらい生産性のないこと。要は、俺じゃないといけないことをやるんで。俺しかできないことをやるんで。アルバイト別に俺がいなくても、俺がやらなくても日本回るんで。そういうのは、誰かがやればいいんじゃないですか。機械がやればいいことは、機械がやればいいし、誰でもいい仕事は誰かがやればいいし、自分しかできないことやります。自分がやりたいことやります。リコタンおはよう。俺は夢全部叶えてるからね。自分がやりたいこと、できなかったこと一個もないから。全部やってるから。その代わり全力でやってるけどね。しぶとくやってるけどね。叶うまで。絶対諦めないから。早いだとか遅いだとか、右だとか左だとか、上だとか下だとか、多いとか少ねえとか、くったらねえやな、本当に。年上だとか年下だとか、バカだろ。そういうのは他でやれ。
いや、わかんない。働けだって。ありがとう、ルイコスタさん。花火ドンチキー、ドンチキドンチキー。ルイコスタさんから花火いただいちゃいました。ごめんねー、ごめんねー、アルバイターごめんねー、サラリーマンごめんねー。遊んでたら500円もらっちゃいました。あざーす。ごめんねー、ごめんね。ここで寝言言ってたら金もらっちゃった。ごめんねー、ごめんねー。悪いねー、君たちが時給1000円で働いてんの、俺2時間喋ってたら5000円もらっちゃったよ。2時間ここでダラダラコーヒー飲んでタバコ吸って寝言抜かしてたら5000円稼いじゃった。時給2500円だわ。ごめんね。働かなくても食ってけるんだわ。ごめんね。悪いね。日本社会のために頑張ってください。お国のために頑張ってください。他人の親のために頑張ってください。学校の先生のために、会社のために、上司のために、株主のために頑張ってください。低所得者の皆さん、俺は自分のためと仲間のために動くんで、バイバイ。たまってないよ。ねえ、お金もらっちゃったよ。じゃんじゃんちょうだい。じゃんじゃんちょうだい。君には無理だろうね。じゃんじゃんちょうだい。乗っかる人バンバンちょうだい、アイテム。いいよ。遠慮しなくていいよ。じゃんじゃんちょうだい。俺の時給じゃんじゃん上げてくれ。俺の、ああ、中卒で無職で資格もないよ。じゃんじゃんちょうだい。俺に。履歴書書くほど困ってません。バーカ。履歴書書くほど困ってません。書かねえよ。履歴書なんか書かねえよ、バーカ。いや、自分のために働けばいいじゃん。働かなくても食っていけるんだもん。金もらえんだもん。何が悪いの？働かねえだろ。働く必要なんてありません。無課金いらないよ。バイバイ。スタイルも何もないよ。本音言ってるだけだから。何も言ってないんじゃない？働きたきゃ働けばいいじゃん。俺働きたくねえもん。ペコペコしたくないし、思ったこと言っていきたいから。思ってること言うなとか、クソダセーと思ってるから。好きな髪型して、好きなファッションして、言いたいこと言って生きてるから。ペコ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 顔色うかがって生きろよ。俺困ってねえから。貯金なんかないよ。お金貯める心配とかないから。1円もありません。リスナーがアイテムくれたら食えるから。どうも。のたれ死ぬだけだから。いいんじゃない？ダサくても。全然いいんじゃない？全然構わないよ。どうでもいいから、俺にとっては。どうでもいいから。働きたいやつが働きゃいいんじゃないの？ねえ、将来の夢、セブンイレブンって書いとけじゃん。将来の夢、タクシー運転手。将来の夢、工場勤務労働者。将来の夢、タクシードライバー。何？聞いたことねえけどな。将来の夢、ファミリーマートでアルバイトで、時給900円で。聞いたことねえわ。おはよう、みーたん。なんだそれでしょ。俺はインディ・ジョーンズになりたいから。スピルバーグ監督憧れちゃったから。今の言葉で胸にぐさっと刺さった何かがあるやつは生き方間違えてるからな。生き方考えろよ。いや、差別なんかしてないよ。俺はやりたくないし、子供の頃そういう風になりたいと思ってる人なんかいないっていう話をしてるだけ。俺はなりたくねえからやらねえっつってるだけ。なんか文句あります？おはよう。UV さんいらっしゃい。全然差別なんかしてないけど。
俺はなりたくなかったけどね、子供の頃。まあならないし。差別なんか全然しねえよ。いいじゃない。楽して稼げば。俺も楽して稼ぐんで。楽ってサボるって意味じゃなくて、楽しみながら稼ぐけど。一瞬だから。どんだけ長く生きても100年だから。ありがとう、ボン。いいね、ありがとう。常識は17歳までに集めた偏見のコレクションだ。アルバート・アインシュタイン。俺はアインシュタインの考え方を採用します。常識とは17歳までに身につけた偏見のコレクションである。お前の偏見なんて知らねえよ、バカ。ちょっと頭使えよ。常識があったらこんなところで生活してねえわ。学校っつうのはね、工場労働者と兵隊を作る、軍人を作るためのシステムだから。10時間やってるよ。楽しいからね。ごめん、時給ね、今ね、6000円入ってきてるから、今日はね、時給3000円の。10万入ったよ。入金あったよ。学校は合わなかったからやめた。ああ、もう本当にそれっすね。やるやつはやる、やらないやつはやらない。本当それっすね。やるやつはやる、やらないやつはやらない。まさにそれっすね。で、やらないやつの理屈は知らない。本当それ。人生楽しんだもん勝ち。まあ、日本はね、学歴社会ですからね。官僚かなんかじゃないの。朝、平日の朝9時42分に、日本のためを思って、日本を動かすために、俺の枠でコメント書いてぐちぐち言ってる官僚かなんかがコメントしてんでしょ。高学歴で上場企業の役員クラス、官僚クラスで、学歴はね、MIT マサチューセッツ工科大学、ハーバード、ケンブリッジ 東大、京大は当たり前ですから、うちのリスナーは。年収1300万余裕で超えていて、なんだろう。もちろん家もね、ノーローンで買って、家マンション当たり前、車はフェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェ、ロールスロイスは当たり前、2台3台、セカンドカーとか余裕ですからね。もちろん店舗経営者は5店舗、6店舗。まあうまくいってる人は30店舗、200店舗抱えてるようなビジネスオーナーで。すごいよね、ワドリスナーは。アンチはすごいよ。もちろん彼女はね、若くてピチピチ、芸能界、モデルクラス。
北川景子超え、おっぱいは F カップ。すごいね。趣味は和道の枠でぐちぐち働け働けっていうことです。いやー、すごい生き方だ。真似できないね。いや、そういうことでしょ。俺に文句言ってるやつって。すげえな。俺にはできねえな。まあまあ、現実はストロングゼロ飲んでる生活保護かなんかだろうけどな。ストロングゼロ飲んで、まあ、10万にも満たないような暮らしをしてるようなやつだでしょ。なんか、小汚ねえ缶詰食いながら、ストロングゼロすすりながら、誰かに八つ当たりして、自分が恵まれてなかったりとか、自分が収入低かったり、彼女がいなかったり、童貞だったり、なあ、自分のことを棚に置いて、人のことを悪口言ってんだよ。現実は。ストロングゼロ飲みながら朝9時45分に管巻いてんだろ。随分大層な生き方だな。そりゃ悔しいよな。座ってコーヒー飲んでタバコ吸って寝言吠えてるだけでアイテムバンバン飛んで金もらってんだから悔しくて悔しくて働けって言いたくなるよな。働きません。働きません。残念でした。残念ですね。ホームレスの時は死のうと思ってたね。ホームレスの時は死のうと思ったのよ。でも死ぬ勇気がなかったんだよね。死ぬ勇気がなかったね。今、部屋寒い、部屋息白いって言ってるけど、寒いって言えなかったね。腹減ったって言えなかったね。漫画喫茶の若い女の子の店員が階段登るときなんか俺のこと見て笑ってるんじゃねえかと思ってたね。中野駅の漫画喫茶に住んでて、毎日同じ部屋でかがんで角部屋にしてもらってカップラーメンすすって。もうダメだっていう言葉で言うのは簡単だけど、心の底からもうダメだって思ったことがある人とか何人いるのかだよね。驚くべき結果、成果が我らに起こる。本当に。じゃあ起こそうよ。
寝れないんだよね、イライラしちゃって。マーさんおはよう。寝れないんだよね。怒りがね、怒りが込み上げて、怒りが俺を寝かさない。いいよ別に、明日やることもないし今日やることもないし、今やるべきことをやるよ。おはよう。さっきの枠で終わろうと思ったんだけど、1個前の枠で2時間前にパソコン開いて、今日映画の練習で教わったことやろうと思ったよ。カチッってやった瞬間に、コマンドカチッって押した瞬間にパソコンがバツッて落ちたからね。へこむだろ。せっかく教わってね、ハイスペックのパソコンだったらできることで、ノートパソコンでカチッって押した瞬間に応答ゼロって。泣けるよね、うん、クソみてえだよ本当。もうさらけ出すしかないかんね。何も持ってなかったんだもん。何も持ってないもん。こういう状態だよ、こういう状態、うん、拳銃突きつけられて、こうやってね、拳銃こうやって向いてんだよ、こうやってこうやってね、拳銃こう向けられて、もうこう何も持ってないっすよって、撃っても意味ないっすよって、何も持ってないっすよって、スペックが足りないんだよね、うん、僕何も持ってないんでって、うん、良くも悪くも、よくいい時なんかねえなかったよ、うんうん、これエアガンだよ、これベレッタっていう、ベレッタっていうやつだね、エアガンだね、うん、イタリアの銃だね、うんかっこいい、うんうん、エアガン、実弾な、実銃なわけないじゃん、エアガンだよ、ガスガンだね。いってらっしゃい、いってらっしゃい、かっこいいよね。エセアカとドレが揉めてる件について、だから枠開いたぞ。大好きなドレさんと大好きなエセアカが喧嘩するんだったら、俺がワカメちゃんの花火全部受け取ればいいんだよ。枠のタイトルだよ。ね、俺が悪役になるから。俺がワカメちゃんの花火受け取ったら、ドレさんとエセアカ仲直りするから。俺は嫌われてもいいから。まあ仕方がないからワカメちゃんの花火全部受け取るって決めてるよ。うん、ありがたく。そしたらね、俺の大好きな2人が仲直りするから、和道悪いやつだなって、うん、俺は決めた。そんなやだ、花火師の取り合いとかやだ、丸く収めよっていうことですね、僕の見解は。どうですか、うん、わかめちゃんが俺に花火を爆投げしたら、エセアカとドレさんは仲、みんな仲良くなる。俺はまあ仕方ないから嫌われ役をやろうかなと、そんな感じですね。そう、こういう時な、恋人がいたらな、癒してくれるんだろうな、頭撫でてぐっすり寝かしてくれるんだろうな。チルアウト覚えないとな、セルフでね。泥をかぶるよ。俺が花火1万発もらえばいいんだよ、この枠で。俺がワカメちゃんから1000発以上の花火が上がればすぐ仲直りするから。俺は大丈夫。エセアカとドレさんが仲直りしてくれるんだったら俺が泥をかぶるよ。そう、もう金で喧嘩するなんて、金で友情が壊れるなんて見たくない。金で友情が壊れるなんてやだ。俺は二人が仲直りするために頑張る。彼女いないっすね。チルアウトしたいっすね、うん、癒しは五感を使うらしい。あ、そうなんだ。抱きしめてくれれば寝れるよ、うん、誰かが抱きしめてくれて、頭撫でてくれて、それでぐっすり寝れるよ、うん、そうでしょ、
何か覚えないとね、怒りを鎮めたり、このドーパミン爆発って呼んでるんだけど、俺はドーパミン爆発が起こった後の俺は寝れないんだ。18時間喋り続けても寝れない。この苦しみは不眠症を持ってるやつしか分かんない。ノルアドレナリン、セロトニン、ドーパミン、エンドルフィン、もう頭の中が止まらない。そう、心が壊れてる、脳みそが壊れてる、エネルギーを放出してるんだ。そう、これを沈めることができない。映像で言うとこういう状態だよね。メラメラ燃えてる俺の脳内、要は俺が、俺自身だよ。もうメラメラなんだよ。これを沈めてくれる人を募集してます、僕は。このメラ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 燃えてる、そう、これは俺の表現だから、うん、まさに今の俺の状態なんだよ、うん、そうそう、燃えたぎってる。もっと燃えてる。お気に入りだよ、お気に入り。それ愛着湧くでしょ、自分の子供だもん。メラメラかっこいいでしょ。分かってくれる、いいね。分かってくれる人がいてよかった、うんうん、昔はね、パチンコで紛らわせてたけどね、パチンコとかスロット打ってる時だけ何にも考えなくて済むんだ。紛らわせてたけどね、もう今パチンコもスロットもやってないし、な、3、4ヶ月ぐらいやってないだな。ていうかパチンコ行きたいなスポンサーさんがね、振り込んだばっかりでこういうこと言うから叩かれるんだろうけど、たまには何にも考えないで温泉行くかパチンコ行くか、もうほんとクズになりたいね。この怒りはね、沈まらないんだよ本当に。お金を失うだけなんで、いやいや本当に、いやいや行かないけど、行かないけど、そう、その、いやだから俺のこの怒り、何でもいいんだよ、ドラッグでも、隠す、なんかマリファナでも、パチンコでも、セックスでも、一パチなんか打たねえよ。そのくらいの気分っていうか、その、なんだろう、なんて言えばいいのかな、いや、わかんないと思うよ。そう、なんだろう、お金とかも全部何もかも、何でもなくて、ただ、無にしたいの。何も考えてない状態、チルアウトさせる状態にしたい。何にも考えない。頭の中がぐちゃ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 してる。嬉しい、悲しい、辛い、苦しい、面白い、楽しい。あれもしなきゃ、これもしなきゃ、あれもやりたい、これもやりたい、でも叩かれる、辛い、なんで否定されるんだって、俺は誰も否定してないよって、楽しくやりたいって、でも楽しくできない、笑いたい、でも笑えない、怒りたい、怒りたくない、ずっともうふわーけあー、まあそうね、座禅とかいいね、すごく、うん、花火で食ってってますね。リスナーさんのアイテムで生活してますよ、3年半。はい、ふわっちが僕の人生を変えてくれたんですよね。ふわっちっていうサイトがライフスタイル、一人の男のライフスタイルを変えたんですよ、うん、いやほんとそれ、あれもしたい、これもしたい。いや、河本ひろとすげえよ、本当に。河本ひろとはすごいね。いや、このまま、どこか遠くだよ。連れてってくれないかってよ。君は、
君こそは日曜日よりの使者だよ。シャラララシャラララララ河本ヒロといいよね。ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい。スタップくんのね、花火師、今話題のミサイルほどのペンを片手に、面白いことをたくさんしたい。夜の金網をくぐり抜け、今しか見ることができないものや、ハックルベリーに会いに行く。台無しにした昨日は帳消しだ。マリンバって何？ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい。ミサイルほどのペンを片手に、ガキね、面白いことをたくさんしたい。ゆりかごから墓場までバカ野郎がついて回る。千のバイオリンが響く。道なき道をぶっ飛ばすだよ。いいよね。ゆりかごから墓場までバカ野郎がついて回るって、誰のことだろうね、バカ野郎ってね。誰だろうね、河本ヒロトは誰のことを言ってたのかもね。多分自分なんだろうね。わかるよ、弱い自分だよ、否定的な自分だよね。もうダメだって言ってる自分だよね。もう休みたい、つらいって、もうやめたいって、生きてる意味ないって。誰のことなんだろうね、バカ野郎っていうのは。ゆりかごから墓場までってことはね、自分だよね。あー、やりたいことやって。俺がね、河本ヒロかっこいいなって言ったのはさ、レーサーはレーサーになりたいって言った瞬間、思った瞬間がレーサーなんだよ。かっこいいよね。なんだっけ、あとバンド、ヒデの言葉だっけな、誰だか忘れちゃった、河本かヒデか忘れちゃったけど、バンドがやりたいって思った時にもう目的っつうか、もうなんだろう、達成してるみたいなこと言ったんだよね。武道館とかドームじゃなくて、バンドやりたいって言った時にもう全てが達成してるから、あとは惰性でや、惰性っつうか、もう全てそっからずっとバンドやりたい時の気持ちだけなんだよっていうのもかっこよかったし、あと河本ヒロすげえなっていうのが、これはね、もう哲学の域なんだけど、音楽ってさ、子供騙しなんだよって言ったの。めちゃくちゃ深くない？音楽ってさ、子供騙しなんだよ。河本ヒロトが言うと2つの意味がある。本当に子供騙しなんだよって意味ね。要は俺は子供騙してんだよっていう普通の解釈でもかっこいい、パンクだから。でももう一つ裏側がある。子供騙しってどういうことなんだろうっていう、その向こう側が見えるんだよね、河本ヒロトが言うと。普通の解釈じゃなくて、俺は子供騙してんだよって解釈じゃなくて、子供相手にやってるよって、子供相手にやってるよこっちは、すごいよね、さあどっちかな、いや普通にまっすぐ言うんだよ、子供だとして何が悪いんだよっていう意味だよね、子供も騙せないのっ
ってことだと思うよ俺は、うん、子供も騙せないの、子供も騙せない生き方してるの、子供って常識がない、知識がない、 DNA で受け継いだ心だけで生きてんの、感覚だけで生き残るために本能で生きてる、理性がない、お金っていう概念もわからない、かっこいいものしか、かっこいいものには反応する、楽しいものに反応する、ワクワクすることに反応する、だから子供は純粋なんだよ、子供を騙すのは難しいんだよ、わかる？子供を騙せると本物だから、さっき言ったでしょ、セブンイレブンのアルバイト、タクシー運転手、土方、子供がなりたいって言う？俺将来土木作業員になりたい、そんな子供いる？いないでしょ。子供騙せるっていうのはすごいことなんだよ。子供がかっこいいなりたいって、わかる。子供騙せるやつは本物なんだよ。大人は理論、お金、モテるかどうか、いい女か、年収が、自信がない裏付けだよ。俺生活保護でホームレスで貧乏で才能もなくて学歴もなくて、うん、でも好きだって言ってくれる人がたくさん常にいるからね、昔から、うん、お金あればモテるって嘘だよ、顔が良かったらモテる嘘だよ、髪の毛が多かったらモテる嘘だよ、うん、職業が位が高かったらモテる嘘だよ、うん、俺ホームレスでも彼女いたもん生活保護でも彼女いたし、うん、絶対嘘だよ、うん、そう思わない？大人は理屈ばっかりだから、うん、動物になりたいだよ、猫になりたいで、赤ちゃんになりたいで、うん、無垢な存在になりたいよね、うん、そうそうそう、うん、守れてるのかな、うん、理屈の押し付け合いをしてるみたいだよね、お前は右だろ、いやお前左か、俺より下じゃん、俺はお前より上だから、なんだよお前少ねえな、俺の方が多いぞ、多いんですね、僕なんて少ないですから、いや広いですね、僕なんて狭いです、お前狭いなって、上下右左、広い狭い多い少ない、うん、上だとか下だとかもうめんどくせえ、たかだか人間の癖して、たかだか人間の癖してさ、ね、たかだか100年しか生きなくて、たかだか100年後には忘れられるくせに、うん、100年後には誰も覚えてもらえない生き方してるくせに、上だとか下だとか好きだよね、俺もういいや、めんどくせ、うん、めんどくさい、楽しいね、綺麗だね、気持ちいいね、ワクワクするねって、うん、それだけでいいや、うん、美味しいねって、うん、あったかいねとか、うん、綺麗だねって、幸せだねって、だって普通に生きてたら辛いことばっかりじゃん、普通に生きてて退屈じゃん、普通に生きてたら寂しいじゃん、そう思わない？
なんだろうね。俺だからさ、よく言うんだよ、真央さん。あなたの愛する人ができて、最高の彼女か最高の旦那さんができてね。ね、最高に愛し合って、で、最高に可愛い子供が生まれて、最高のパートナーと最高の子供が生まれて、最高の子供が初めて言うんだよ。お父さん、どうした、たかし。お父さん、聞いて。僕ね、お父さん夢ができたんだよ。たかし、夢ができたのか。どんな夢なんだ。お父さん、僕ね、映画監督になりたいんだ。たかし、映画監督になりたいのか。わかった。セブンイレブンで働こう。セブンイレブンで働こう。そうすると時給800円で20日間働くと17万、まあそうだな、週2日休みだとして時給800円で約お前の手取りは14万5000円ぐらいになる。お前の生活費はその中からおそらくこのエリアだと13万円ぐらいかかる。1万円貯金できるんだ。約映画には2000万の予算がかかる。お前は2000ヶ月かけて2000万を貯めるんだ。まずはそこからスタートだ。な、セブンイレブンで働こうって言われてるんだよ、俺。バカだろ。バカだろ。やらねえよって。バカだろ。頭おかしいやつだろ。働けだって。バカだろ。死んだ方がいいよ。何言ってんだこいつって。 バカだろ。俺、そういう大人の理屈聞かねえから。バカだろ。バカバカしい。死んだ方がいいよ。一生バイトやってろって感じだよ。いや、だから親父がいなかったから、俺は。だから母ちゃんに、ああ、それでかいかもな。母ちゃんに言ったんだよね。インディ・ジョーンズになりたいっつったら。どうやったらなれんのって聞いたら。本当に言ったんだよ。母ちゃんはインディ・ジョーンズになりたいっつって。どうやったらなれんのっつったら。なんか、石とか調べるんじゃない？って言われて。石集めたの。3ヶ月ぐらい。石拾ってきて、石並べて、図鑑とか、石図鑑とかで、あ、これ花王石、黒曜石とか。なんかでも想像と違うなみたいな。子供は感覚いいから3ヶ月ぐらい石をいっぱい集めて なんか「これターコイズって言うんだ」とか なんか「お母ちゃんお母さん」って石調べてもなんかインディ・ジョーンズになれなさそうなんだけどっつったら「うん」っつって「母ちゃんうん」っつって「ピラミッドとか詳しくなったらなれるよ」って言って「そっか」って「インディ・ジョーンズピラミッドに詳しくないといけないんだ」っつって。なんかピラミッド図鑑、パルテノン神殿とか、なんかいっぱい見てみたの、建物とか。よくわかんねえな、みたいな。なんか、古墳とかいろいろ載ってる。よくわかんない図鑑とか見て。なんかピンとこねえな、みたいな。カチャーンって。石もパルテノン神殿とかピラミッドとか調べたんだけど、なんかインディ・ジョーンズ、俺、テンガロンハットかぶって、革ジャン着て、ここに鞭をつけて、拳銃持って悪いやつと戦ってワクワクして世界中を冒険したいんだけど、これ本当になれるの？っつったら、いやー、それない、それなれないって言われて、なれないの？って。じゃあ今までの何だったの、この石とか。石とかって何だったんだこれってなって。そう、それで映画監督になった。考古学者になりたいわけじゃないからね。全然なりたくないからね。俺は冒険したかっただけだから、冒険してワクワクして悪いやつと戦いながら世界の秘密を解き明かす男になりたかったのね。そう。そしたらそんなもんいないって言われちゃった。残念だよね。残念だよね。でもね、ジョージ・ルーカスじゃないか。え、ジョージ・ルーカスとスピルバーグの共作だっけ、インディ・ジョーンズって。あの二人の頭の中にはインディ・ジョーンズいたんだよね。絶対に。まあ、ハリソン・フォードの頭の中にいたんだよね、多分。最高のかっこいいヒーローが。俺、だから、生まれて初めて、買って買ってってやったのが、ソニーの8ミリのホームビデオのカメラだったの。で、
もう、俺らの世代って携帯スマホとかにカメラついてなかったじゃん。いっつもカメラ持ってる小僧だった。カメラ小僧、小学生の時にカメラ持ってるやついなかった。心霊スポット行く時にカメラ役だ、お前来いよ来いよって、いっつもカメラ持って写真撮ってるやついなかった、一人だけ。学年とかに。あれ俺、ずーっとカメラで遊んでて、ずーっとカメラこうやって持ってて、レアなんだよ、カメラ持ってるやつって。ビデオ8ミリ、カセット5本しかないから 5本のテープをずーっと伸びるまで使って、そう、8ミリビデオってやつね、ソニーの。で、まあいろんな夢を諦めていくわけじゃん。大人になるって夢を諦めていくことだから。でも今こうやってやりたいことやって食わせてもらってるわけじゃん。リスナーさんに食わせてもらって、時間と場所は制限されなくなって、やりたいことやって食えるようになって、で、その時に思い出したの。ああ、このまま死んでも退屈だなって。幸せだよ。すげえ変な言い方だけど、正直言うと退屈で、あれ、このままなんか生主として死ぬのなんか嫌だなと思って、何やりたかったんだっけと思った時に、あ、俺インディ・ジョーンズになりたかったんじゃんっていうのを思い出して、でもなんか映像に関わることやってんのは多分つながってて、全部あれ俺インディ・ジョーンズになりたかったんだよねって。そう、時間余ってるでしょ、生活は困ってないでしょ、やるしかねえじゃんと思って。インディ・ジョーンズっていうのは俺の中でメタファーなのね。だから俺の中のインディ・ジョーンズを作るんだよ。それが俺の映画。で、今俺のインディ・ジョーンズはこれ。ちょっと、俺の中の最高にかっこいいインディ・ジョーンズは今現時点でここまで来てるね。これが俺のインディだね。てんててってん、てんててん、てんててってん、てんててん、てんててん、てんててん。いや、もう無知と拳銃すらいらないよね。炎をまとって戦うインディーだよね。てんててん、てんててん、てんててってって。ただインディ・ジョーンズの4作目はなかったな。クリスタル・スカルは。そうそう、スーパーヒーロー。そうそう。でも、漫画描くやつとか、漫画描くやつもそうだし、アニメも映画も、ゴジラとかそういうことでしょ。ウルトラマンになりたいっつってバカにされんだよ。そう。みんな最初はウルトラマンいいね。俺がウルトラマンだ。俺がやるんだよ。とか。じゃあ、お前回収やれよ。とか言って遊んでたのに、ウルトラマンみんな諦めていくけど、みんなダッセーとかウルトラマンとかな、いつくせになって言ってんだよって言ってるけど、ウルトラマンになりたいってずーっと言い続けたやつがウルトラマンになってるんだよ、今。ジャックに入ってアクションを覚えて、バカみたいに諦めなくて。だって庵野さんだって、エヴァンゲリオンの庵野さんだって新ウルトラマン作るんでしょ、噂だと。庵野さんってウルトラマンずーっと作ってた人だからね、インディーでね、自分で。夢叶ってんじゃん。庵野さんにウルトラマン作ってほしい。エヴァンゲリオンなんかもう作んなくていいよ。ああ、そうだよ。ドラゴンボールだよ。だからいつも言ってんの。鳥山明は、天才なのは、ね、ギャリック砲を普通の漫画家はね、ギャリック砲を、なんていうのかな。ギャリック砲って真似るときに、こうやってやるんだよ。こうやって。この構図じゃないんだよ。ギャリック砲がなぜかっこいいのかっていうと、下から天井に向かって、ベジータがこの構図でやるからなんだよ。こうだ。そう。この構図で描くからかっこいいんだよ。わかる？この構図からのこうだから。ちょっと画角が見えないけど。上から、もっとこの辺から、この辺からね。この辺から俯瞰で描くからかっこいいんだよ。鳥山明は天才なんだよ。わかる？こっから行くから。ちょっと待って。こっから行くから、こう。ギャリックを。そう。だから、ウルトラマンセブンとかもそうなの。俺、ウルトラマンセブンのかっこいいのが、普通、ウルトラマンがジュワッて飛んで、着地したら、ドーンって前に構えるじゃん、こうやって。ウルトラマンのセブンのかっこいいのは、怪獣がここにいるじゃん。
怪獣がここにいたら、ダーって飛んで、ダーって飛んで、またから、ウルトラマンで、ちょっと待って、ダーダーンって飛んで、この、股から怪獣が見えるの。足。こっから俯瞰で。このかっこよさよ。ウルトラマンが降ってきて足元がダーンって着地して、ここの上から俯瞰で怪獣が見えるとか。すげえかっこいい、あれは。要は、大人が本気で遊ぶと仕事になるんだよ。そう。そう。あれは大人が考える。セブンはめちゃくちゃかっこいいんだよ。いや、クリエイトってそういうことだからね。そう。カメラの構図で全部意味が変わるんだよ。そう。そう。いや、漫画的なんだよね、俺の写真は。漫画的。そう。漫画的ね。そう。だから、その、なんていうのかな。って言うんだろうな、構図が漫画的というかね、うん、夜中見たライトのようにちょっとしたことで大きく変わる。いや、それは全部変わるよ。うん、そう。そのカメラワークで言っても、こうパンチを打つシーンがあったとしても、こうやってやってガーってこう交差していく、その抜ける絵にすると迫力が出るとか、そう、こうやってパンチをやったら食らったのを表現するとか、古典的な表現だけど、女の子がギャグでコメディでうんパンボンってこうやってやるぞ、それは顎が上がったことを表現してるとか、うん、これでこうやって抜けたらカウンターを狙ったことになるし、うん、これがこうやってこうなったらボーンっつって、その面白いんだよ、映像的な表現っていうか。感覚っていうか、俺アニメ見まくってるから、あのアニメと漫画が好きなの。実は映画がそんな好きじゃないの。だからその漫画なんだよ、俺アニメ絵を描けないことがコンプレックスだから、だからこういうそのアニメ的な感じになっちゃう、中二病的な感じになっちゃう。勘がいいんだろうな、多分勘が。いや、好きなんだよ本当に、オタクなんだよ。だから鳥山明がなぜすごいのかっていう評論的なことを言うと、うん、まず鳥山明って普通平面的に描くんだよ。だから大体よくあるのが、よくある漫画の正面からの絵と横からの絵と、よくこっち側が多いんだけど、あと斜めの絵の3パターンがうまくて、鳥山明違うの。あのね、さっきも言ったけど、下から見てこの構図で描けるとか、逆に悟空がベジータにカメハメハ打つときに、その あ、ごめんね。こういう絵でしょ。こういう絵になるじゃん。こういう絵になったり、その、これ何を意味するかっていうと、あの、立体的に絵を描いてるの。立体的に絵を描いてるの。わかる？つまり、頭の中で人物がカメラをこう、ずらしても、
頭の中にイメージがあるから、だから構図が真下からとかありえない。要は空中浮遊の発想って、あの人すごい。武空術って何で描けるのか受けるのかっていうと、足の裏を描けるってこと。キャラクターが浮いて下から見てもパー、なんつうんだろう。だからね、パースが狂うんだよね、あの人の絵って。だからその 3D で捉えてる、鳥山明、明らかに。それが実は絵がうまいとかよりも、なんつうんだろう、ずば抜けた能力っていう。3D で頭の中にあるものをなぞってるんだよね。だから他の漫画が真似できない。独特の。あとはやっぱりね、イラスト集何冊も持ってたんだけど、乗り物がめちゃくちゃかっこいいんだよね。マシンがすごい、とにかく。なんだろう。マシンがすごいんだよな。メカが。感性が鋭いっていうかね、絵が描けないのね、俺は。だけど、その再現はしやすいっていうか、写真で。あ、要は、これ魚眼レンズなんだとかすぐわかるの。あ、これって望遠でこう遠くからこれでこう撮ったらこうなるんだとか。だからこの人の顔はここからこの角度でこういう表情でこの距離で撮ったらこういう顔になるから、他の人がこの顔させないよなとかが感覚的にわかるの。だからこの顔欲しいなっていうまで粘れる。だから結構前回の M さんの写真は2カットは本当意図した通りのものができて、だってさ、例えばなんだろう、ちょっと待って、気に入ったショットで言うと、例えばさ、これって普通のカメラマンは使わないと思うんだよ、この写真って。で、なんでかっていうとさ、顔に髪の毛かかってるし、使わないじゃん。俺はこの写真すげえいいと思ったんだけど、わかる？なんか、ここって顔が潰れちゃってるんだよ。髪の毛もこっちに乱れちゃってて、普通だったら使わないカットでしょ。まあ、これは普通だけど、あとこの顔が一番好きだね。やっぱり、M さんらしくない表情っていうか。でも俺は、なんかこの顔は、求めてた表情っていうか狙ってた表情ではあったから。これドクター M さん、配信者の。見たことあるでしょ？セクシーな、ちょっとエッチなおばちゃんの配信者。乗り物記憶で書くんだ。ああ、M さんいらっしゃい。この方です。今、この方ですね。監督撮る前に絵コンって書いてたんだ。で、そう、M さんのことのファンに M さんの知らない表情を届けたいっていうか、そう、M さんってこんなに、その、こういう表情をするんだっていう。もう下ネタバンバンだからね、M さんね。そう。だから、そこはもう完全に狙ったかな。狙った。あの2枚は多分ベストショットかなって。髪がかかった写真いいよね。俺はね、こっちが一番なのね。俺はこっち側が一番気に入ってるショットで、これが、まあ、ナンバーワン。で、2番目に気に入ってるのが、まあ4枚ツイッターに上がってるから、スマホとかで見て、ダウンロードして保存してもいいし。写真センスないかな？そうかな？この2枚かな、気に入ったのは。で、他の2枚、まあ、OK ショット出したのはこれと、これだね。この4枚、作品として出したね。髪かかってるのは多分普通だったら OK 出さないっつうか、ボツにするだろうな、普通は。
インスタグラムに載せてるよ。インスタもアド監督で検索してくれたら出てくる。そう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 、秘め事なんだよね。エロ、俺にとってのエロっていうのは秘め事なのね。興奮するセックスって、その秘めるっていうか、要はね、やっちゃいけないことをやってる感じがいいんだよ、セックスって。わかる？やっちゃいけないことをどうやるのかっていうのが俺の中のセックスの、要はタブーがないとセックスはダメなの。燃えないの、俺の中の、俺のセックスは。タブーね。やっちゃいけないことを2人で、2人だけでやるからエロいんだ。そう、秘め事。だから夜中にするんでしょ。だから俺は AV 嫌いなんだよ。秘めてないから。戦争みたいなセックスは彩香に聞いて、俺の考えじゃないから。昨日面白かったよね、おばあさん。見てたんだ。最高に面白いよね、彩香な。戦争みたいなセックスがしたいって言ってたね。俺は、だから、スケベなんだよ。どちらかっていうと。いや、昨日、彩香、ほんと、いや、もうすごいよね。戦争みたいなセックスしたいとか、お母さんは空海を知らないと、あと、なんだっけ？なんだったっけ？ギリシャ神話について教えて。桃太郎、浦島太郎、竹取物語って、ギリシャ神話を何だと思ってるんだろうな。もうすごかったよね、昨日。何個名言出たか。いや、すごいよ。綾香有名だよ、もう。ドレさんが綾香の大ファンで、俺と綾香の絡みが。あれ面白いでしょ、綾香って。ガチ囲いで。しかも、一回いなくなっちゃったきっかけの放送が、俺のこと普通に応援してくれて、もうほんと花火もくれるし、コメントも前に書く。要は、ニンニとか、そういう、ボンとか、そういうキャラクターなのよ。うちのレギュラーの、もうガチ囲いみたいな。だけど、リスナーが、綾香のリスナーが、コメントで、おい、綾香、おい、綾香言えよ、みたいな感じなの。綾香もういいだろ、みたいな。で、何を言ってんの？って言ったら、いや、なんでもない、みたいな感じで電話、あんな感じで電話して、猫かぶってた。あんな感じのキャラじゃなかったの。もっと乙女チックな、猫かぶりまくってて、マドさんみたいな、ファンです、みたいな。あやか言えよ、もういいだろう、みたいな。で、そしたら、あ、亀飼ってるんだ。亀の名前なんて言うの？あ、ワド、えーと、なんだっけ？ワドじゃなくて、なんだっけ？の、なんだっけ？好きな女優の名前言って、なんだっけ？なんとかとか言って、え、今俺の名前言わなかった？みたいな。あ、なんでもない、なんでもない、とか言って。で、リスナーによくよく聞いたら、本当に俺のことが好きで、恋愛的にっていう。あと、卑弥呼は存在してなかったもん、面白かった。そうそう。宮本武蔵はいると。ゆっこだ、ゆっこ。ね、だって、みーすけあの頃リスナーだったっけ？綾香が書きまくってた頃って。みーすけいたっけ？その頃。すごかったよね、綾香ね。で、そっから急にアンチ化しだして、放送を見てないし、たわくで俺の悪口書きまくってて。あ、嫌われちゃったなーっつって。いたっけ？面白かったよね、綾香ね。そう。そう。で、のんちゃんが竹串で刺してぶっ殺すって。頸椎を竹串で刺して。だから、よくよく考えると女の勘すごいよね。のり子は見抜いてたんだよ、綾香が俺のこと好きなの。すごかったもんね。いや、のり子の勘はすげえよ。のり子は見抜いてた、綾香の下心。まあでもね、綾香も、まあ素で絡んできたってことは、もう俺に恋心ないでしょ。今、プロレスラーが好きだから。よかったよ。これでね、純粋に放送を楽しんでくれるから。俺ね、恋愛感情とかわかんないもん。尿ボトル7本はすごかったよね。笑うわ、あんなの。本当の変態だからね。本当の気違いだからね。一回会って飯でも食ってみたいよね。神回だろうね、飯食う。あ、ダメだ。飯食ったらセックスの対象なんだ。忘れてた。そうだよね。綾香にとってご飯一緒に食べるっていうことは、もう抱いてよ。めんどくさい。ホテル行こうよとか忘れてた。飯食ってみたいなはダメなんだ、綾香に。通用しないで。飯食うイコール、
もう抱いても OK ようなんだよ。わあ、まどろっこしいっていう。忘れてたわ。面白い。今、忘れた。飛んでらかんな、ほんとに。なんかいいよな、香ばしいリスナー集まってくるよな、ほんとにな。むしろいらない工程だもんね。ご飯食べるっていうことは下心あるんでしょって言って。 それさ、男が言うならわかるじゃん。いや、ご飯食べるってことはお前抱かれるってことだろう、気があるんだろうとか男は言うじゃん。でも勘違いで痛い男みたいなんだけど、女が言うパターン俺初めてだよ。もうまどろっこしいそんなのみたいな。ホテルで飯食えばいいじゃんみたいな。あるでしょ、ラブホテル今時とか言って。かっこいいなこいつみたいな。ロックンロールでしょ。やばい、あれは面白かった。すげえこいつと思って。首を噛まないとダメとか、ロボットみたいなセックスとかパワーワード出すぎだよね。ロボットみたいなセックスなんだよ、つって、もうがっかりだよ、つってさ、噛みっぱなしでなんだよ、つって。いや、そんなん知らんしな。いや、30人、6人って言うでしょ、って。30人ぐらい経験してるでしょ、つって。でもね、覚えてないんで、今頃ぐっすり寝て、で、リスナーに報告されるの大体、あやか、お前、また和道のところですごいこと言ってたぞって、大丈夫かっつって、あいつはタイムシフト、もう本当に記憶飛ぶのよ、あいつ。毎回そうなの。ぐってぐねになって、だから配信外で電話とかかかってくると面白いんだよ。わーみたいな感じで泣いてんの。もう発狂してんの、ぐねぐねになって。どうしたあやかっつって、あ、ふきやあ、みたいな。 なんだこいつ、みたいな。いや、配信外で電話すんなっつってんのに、なんとお前がとか言って。で、よくよく聞いたら、なんか大衆演劇の、なんか俳優かなんか好きになって、ずっと不倫してたんだけど、みたいなことで、まあ、さっき話したね。いや、ロックだよね。だから、女版よっさんだよね、女版よっさん。よっさんは酒飲んでも記憶飛ばないけど、もう。酒で全部ぶちまけていって豹変するタイプ、めんどくせえ女。まあ、ホスト狂いの女とかそんな感じだよな、大体な。 朝方の歌舞伎町だよね。 なんとかくん、なんで私のこと嫌いなんだっつって泣いてる。うるせえよ、行くぞ、はいっつって、あ、立てよ、はいって言われてる、朝方の歌舞伎町。親子でっていうのが良かったよね。で、お母さんと電話したかんね、俺。いやー、3時間も放送やってるわ。もうさすがに寝る。頭痛いのがずっと続いてる。ありがとうございました。お疲れ様でーす。Stand by.